2021年9月の2日木曜日14時になりました。14時からの番組は第9回首都防災ウィークシンポジウム、複合災害、水災害、地震災害に対する事前復興の取り組みについてプログラムを紹介します。では中尾さん、よろしくお願いいたします。はい、定刻となりましたので本日の防災シンポジウムを開催させていただきます。本日はお忙しい中皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまから複合災害、水災害、地震災害に対する事前復興の取り組みと題しましてシンポジウムを開催いたします。本日の司会を務めさせていただきます株式会社オリエンタルコンサルタンツの中尾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめにご参加の皆様の映像マイクをオフの状態にしていただきましてご発言はお控えいただきますようお願い申し上げます。また本日のシンポジウムではご質問などにお答えできる時間を設けておりません。ご質問等がございましたらご氏名ご所属をご記入の上、参加者全員宛にチャットでお知らせいただきたいと思います。なお今後より多くの皆様に今回のシンポジウムの内容をご共有していただきたいと考えてございます。事務局でレコーディングをさせていただきます。事務局以外が録画録音するのはお控えいただきますようお願いいたします。それでは開会にあたりまして本シンポジウムの主催者を代表いたしまして日本危機管理防災学会会長の市川博夫先生より開会のご挨拶をお願いしたいと思います。市川先生お願いいたします。はい、ご紹介にあたりまして市川でございます。日本危機管理防災学会は事務局の株式会社オリエンタルコンサルタンツのご支援のもとで毎年防災シンポジウムを開催しています。今回のテーマはすでにお話しございましたように複合災害に対する事前復興の取り組みでありますが、ここでは複合災害として水災害と地震災害に焦点を当てています。世界的に気候変動が起きていてですね、最近では過去になかったレベルで豪雨が頻繁にこれはもう全世界で発生しています。当然、日本においてもその被害は甚大でございます。しかも深刻、人命に関わっております。最近警戒警報が見直されて警戒レベル4では避難勧告を廃止して避難指示に一本化するということになりました。人々は命のためにはとにかく避難しなさいという明確な内容となりましたけども、これもひとえにですね、多発する豪雨被害、豪雨災害がそのきっかけとなっています。でもちろんですね、こうした水の災害が頻繁に起きる一方で、我が国で最も多い自然災害は地震であります。首都直下地震や東海東南海地震の話はもうすでに我々、散々聞いてきているわけでありまして、首都直下は発生確率 70%、東海東南海に至っては80% を超すという状況になります。もしかするとですね、この水害、水災害と地震災害が同時に発生することもあり得ます。もちろん同時でなくても時間が前後して発生することもあり得ます。いずれにしましても災害が復興化するということは、被害は甚大になることが明らかです。あまり考えたくないことではありますけれども考えておかなければなりません。今回のシンポジウムのキーワードであります事前復興でございますが、昨年も、ございましたように、
もちろん減災防災の視点で事前に考えておくということはありますけども、もうちょっと具体的に言うと、洪水になったらどう対処するのか、地震が来たらどういう被害が出て、それをどういうふうにしようかということをあらかじめ考えておく。すなわち災害の発生後に復興するなら、それを事前に想定して準備して被害を軽減させようという、これでございます。まあ、これはこの考えをお考えになったのが中林先生でございますから、まあ、今日のお話の中でいろいろまた、勉強になると思います。今回のシンポジウムでは中林先生、加藤先生、そして国土交通省の早川さん、葛飾区の清野さんにご登場いただき、複合災害への取り組みについてのお話を多面的にしていただきます。まあ、災害は発生するたびに新たに学ぶことはあります。でしかし災害による被害を知ることが次に起きるであろう災害の準備につながる。これはもう危機管理の鉄則でありまして、いくら事前に考えてももちろん想定外が起きます。で想定外は次からは当たり前になりますけども、これは残念ながら被害を受けながらもそれを考えてどうするかということにつきます。まあ、今日おそらくこのシンポジウムのケースが出ると思いますけども、こういうことについての、まあ、ご参加の皆様、このシンポジウムによってですね、何か気づいたということになれば非常に幸いでございます。まあ、短いご挨拶でございますけども、本日、午後でございますけど、皆さんぜひ、楽しんでください。でありがとうございました。市川先生ありがとうございました。それでは第1部に入らせていただきます。まずはじめに葛飾区における2つの防災まちづくり、地震水害についてと題しまして、葛飾区都市整備部の部長であらされます清野正彦様よりご報告をお願いしたいと思います。それではお願いいたします。はい、ご紹介いただきました葛飾区で都市整備部長をしております清野です。今日は葛飾区における2つの防災まちづくりとして、まあ、本区で進めています地震対策と水害対策を中心にお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。お話しします内容は、まあ、葛飾区の地勢と災害ハザードの重複状況から、2つの防災まちづくりの連携的展開への可能性と展望の4点となります。はじめに葛飾区の地勢と災害ハザードの重複状況についてお話しします。葛飾区は東京の東部低地に位置しており、東京低地の成り立ちから少しお話をします。右の下の図をご覧ください。東京低地は約6000年前の縄文海進期から始まります。現在の茨城県古河付近と埼玉県川越付近まで入り込んだ海は徐々に後退し始め、河川によってもたらされる土砂が海を埋め立て、弥生時代の終わり頃には、まあ、本区の青戸柴又の一部が陸化したと考えられています。成り立ちからも分かりますように、本区は利根川や荒川の堆積作用によって作られた沖積平野で、一箇所の台地もなく砂礫を主成分とします。ごく柔らかな地層となっています。さらに高度成長期のガスの組み上げ等によりまして、地盤沈下し、新小岩付近では干潮時の海面より低く、中川伊勢については満潮面の海面より低い0メーター地帯が広がっています。まあ、このことからも分かりますように、葛飾区は地震災害にも水害にも弱い地形にあります。こちらの左の図は首都直下地震による首都東京の被害想定におけます本区の全壊・半壊被害を示したものとなりますが、まあ、特に荒川沿線の地域に被害が大きい想定となってございます。右の図は江東5区で策定しました大規模ハザードマップですが、本区全体の浸水する想定となっています。特に荒川沿線のエリアは3メーター以上の浸水が想定されるとともに、2週間以上の水が引かないエリアが広く分布しています。このように被害想定などからも葛飾区全体、特に荒川沿線の地域においてハザードが高いような状況になっています。次に葛飾区の地震防災まちづくりの取り組み状況についてお話をします。
左の図は地震に関する地域危険度で、荒川沿線に危険度の高い地域が多く分布していることが分かります。このことから、東京都の防災まちづくり推進計画において、東四つ木地区、四つ木一二丁目地区、東立石四丁目地区、堀切二丁目及び四丁目周辺地区を重点整備地域に指定し、密集住宅市街地整備促進事業を進めるとともに、整備地域内の立石においても、京成立石駅の南北において、第一種市街地再開発事業が進められています。また、密集住宅市街地整備促進事業を進めている4地区では、東京都の不燃化特区制度を活用して、燃え広がらない、燃えない街づくりを推進しているところです。また、本区全体において、民間建築物の耐震促進事業を進めており、現状では 85.7% の住宅の耐震性が確保されている状況となっています。一方、今後、さらなる推進をしていくためには、建て替えができない無接道住宅の扱いなどが課題となっており、今年の秋から基準を緩和する方向で現在議論を進めているところにあります。次に震災復興模擬訓練と復興マニュアルの策定についてです。葛飾区では平成16年度に新小岩地区で初めて住民を交えた震災復興模擬訓練を実施するなど、事前復興の取り組みを進めてきたところですが、このままの状況であれば、いち早く地域との共同復興を進めていくことは難しいと考え、地域での訓練とマニュアル作成を同時に行うことで、より実践的なマニュアルを目指し、取り組みを進めました。左が訓練概要で、右が訓練において策定した震災復興の進め方の手引きとなります。策定した手引きでは、地域が主導して震災復興協議会を設立し、葛飾区と共同して堀切地区全体の復興に取り組むことを確認し、基本的な手順や注意事項を取りまとめるとともに、当時地域主体でまちづくりを検討していた堀切地区まちづくり勉強会においては、復興の視点から防災まちづくりを再検討する良い契機となりました。これは翌年策定しました葛飾区震災復興マニュアル都市住宅編で、堀切地区での取り組み成果を踏まえ、地域共同による復興まちづくりの手順を取りまとめているところであります。また、東京都におきます復興マニュアルの見直しなどを受けまして、本区においても昨年度までマニュアルの見直しを進めています。これは一例となりますが、地域において実績に復興模擬訓練が進められるよう、標準的なテキストの作成なども進めたところでございます。次にご紹介するのは、平成23年7月に改定した都市計画マスタープランの取り組みについてです。首都直下地震が今後30年以内に発生する確率が 70% と言われる中、20年後の将来像を展望するマスタープランにおいて、平時より事前復興を意識しながらまちづくりを進めることが必要であることから、この改定では従来のマスタープランにおける基本理念やまちづくりの目標を継承しつつ、縦糸である都市構造整備の方針と横糸である川の手人情都市葛飾を形成する方針を斜めにさらに編み込むように新たに震災復興まちづくり方針を位置づけています。震災復興まちづくりの方針では、区民の日常生活の迅速な回復と震災前よりも災害に強く、快適な環境で持続可能なまちづくりをテーマとして、工事の地域ごとの事業手法のイメージや、都市基盤の方針なども合わせて示しています。事業手法のイメージでは、面的な市街地整備により復興を検討する地区を、基盤整備型復興地区、既存の道路など都市基盤を生かした市街地の改善修復により復興を検討する地区を、修復改善型復興地区など、現状の基盤整備の状況などに踏まえて位置づけをしたものとなっています。ここからは葛飾区の水害防災のまちづくりの取り組みの状況についてお話をします。
これは10年前の統計資料となりますが、時間雨量50ミリを上回る短時間降雨の発生件数の増加や、総雨量が1000ミリ以上の雨も発生するなど、雨の降り方が局地化、集中化、激甚化が進展していくことが予測されていました。ポンプにおける検討はほぼこの頃から着手していましたが、当初は私自身もこのように早い段階で激甚化を実感するとは思っていなかったところです。ポンプでは低地な地勢から多くの水害に悩まされてきましたが、下水道が外水 100% を達成しました平成7年度以降、内水氾濫もほとんど発生しないような状況が続き、ポンプの防災対策は地震対策を中心に取り組んでおりました。ポンプの防災対策は地震対策、このような状況の中、ポンプでの水害対策の検討は行政主導ではなく地域の取り組みがきっかけとなっています。ポンプの南側0メーター地帯が集中する新小岩北地区では、平成18年から連合町会、NPO、大学などの専門家が協働して、地域の水害リスクを学び、水害時の避難などの備え方について話し合うワークショップや、地域が主体となった広域避難訓練、ボートを使った救助訓練等が行われ、本区もワークショップやこうした取り組みへの参加を通じて、満潮時には海面以下の高さとなる0メーター地帯における課題を地域と共有してまいりました。このような取り組みを踏まえ、区では水害対策をより進展していくため、推進するため、平成23年の葛飾区都市計画マスタープランの改定に際し、区民意見を受ける形で、高台化による避難場所を位置づけ、公園を活用した高台避難地の確保などを進めているところです。これまでに整備してきたのは、東京都のスーパー堤防事業と共同で実施した東立石緑地公園や、UR と連携して整備を進めた新宿未来公園などがあり、新宿未来公園では隣接地に位置した東京理科大学も合わせて一部ともりをしたところです。水害から生命を緊急的に守るための避難対策として、区内の UR 賃貸住宅や、都営住宅と協定や覚書を締結し、廊下などの共有部分を緊急時には使用できるようにしています。また、水害時に自治町会が民間マンションに一時避難できるように、協定締結に関わるガイドプランを作成しており、現在54施設で協定が締結されるとともに、区有施設を洪水緊急建物を建築物として指定しております。さらに、区民の方々に水害時の浸水状況を知っていただき、避難行動について考えていただくため、河川ごとの洪水ハザードマップの配布や、江東ごと大規模水害ハザードマップ及び広域避難計画を公表したことです。災害時の応援協定については、以前は同時に被災しないことを前提に、遠隔地の自治体と協定を結んでいましたが、近年では水害時の広域避難を想定し、松戸や市川などの隣接区との協定締結を進めています。また、地元消防団への5分ごとの対応や、東京都の地域底力発展事業を活用し、自治町会が購入したエンジン付きボートの合同ボート訓練など、さまざまな取り組みを進めています。特に自治町会での活動では、若い方に継続的に参加してもらうため、エンジン付きボートを活用し、堤防視察の場で花見やキャンプなどを楽しめる視点を組み合わせるなど、創意工夫しながら取り組んでいただいています。これは江東5区で検討し、公表しました大規模水害ハザードマップ及び広域避難計画となります。現在では東京都内閣府が中心となり、首都圏における大規模水害広域避難検討会が設置され、検討が継続されています。また、避難対策だけではなく、都市計画まちづくりとしても取り組みを進める必要があることから、本区では平成29年度から大学及び建築、都市計画まちづくり、土木、河川の専門家、NPO オブザーバーに国とを加え、検討会を実施し、浸水対応型市街地構想を取りまとめました。浸水対応型市街地は、広域避難と垂直避難を組み合わせて、避難できる環境が整い、
水が引くまでの間、許容できる生活レベルが担保される市街地を目指すもので、具体的には命を守れる避難空間と、長期的に避難に耐えられる機能を持った非浸水空間を市街地内の随所に配置するとともに、堤防と一体となった高台空間を沿線に確保して、避難及び速やかな応急復旧活動が可能な市街地を段階的に整備していくものになります。また、浸水対応型市街地はすぐにできるものではなく、段階的な整備を考えているところです。表の通り、第一段階ではおおむね10年後、広域避難ができなかった方々、命の安全を確保できるよう、洪水緊急建物や UR 居住の利用、町会とマンションの避難協定など、緊急避難空間を確保することを目標としています。第2段階では、おおむね20年後、1日から3日程度の備蓄等を備えた当面避難空間を確保し、最低限の避難生活の水準を確保できる市街地を目標としています。最終的な第3段階では、おおむね30年後、水が引くまでの約2週間程度の間、安全に退避でき、最低限の避難生活水準が確保できる市街地を目標としています。これが浸水対応型市街地のイメージとなります。河川沿線の青い四角は、治水対策や大規模な都市開発事業などと連動した浸水対応型拠点高台の整備が進んでいる状況を示しています。また、その近くの黄色い楕円は、こうした拠点における平常時の地域の防災意識啓発活動が展開している状況を示しています。図中のピンク色やオレンジ色の太線で囲まれた四角は、避難所となる小中学校等の公共施設の浸水対応化や、その他の行政施設、集合住宅や商業施設など民間施設の浸水対応化が進んでいる状況を示しています。市街地内が薄い緑に塗られているのは、戸建て住宅においても都市型水害等の水害レベルによって浸水を防ぐ取り組みが進んでいる状況を示しているものとなります。鬼怒川の決壊時のヘリコプターを活用した孤立した避難者救出の場面を記憶している人は多いと思います。この時は避難の遅れにより約4,300人の孤立化し、救助活動がされましたが、人口が集中している東京低地で同じようなことが起きれば、本区だけを考えても孤立者は一桁以上増加することは容易に想像できます。そこで水が引くまでの間、最低限の生活レベルを保つことや、船を使っての救助活動などがスムーズにできることを目指したものが浸水対応型市街地となります。また、河川沿いについても、これまでのスーパー堤防だけを考えるのではなく、浸水しないピロティや堤防との連絡通路を持つ浸水対応型拠点建築物を誘導していくことも検討しています。河川管理者としては治水強化も同時に行える高規格堤防事業を民間と連携し進めることがベストですが、民間開発者にとっては高規格堤防と合わせて行うことでの事業の長期化などデメリット面が大きく、なかなか実現できなかったことから、一歩でも進めるためにこのような手法も取り入れていこうということで、整備したものとなります。浸水対応型拠点建築物は、2週間程度淡水期間、安全に退避できる空間を有し、非常用発電機等の生活支援機能が設けられ、排水後に容易に復旧可能な建築物で、市街地内が浸水していても2週間の避難生活が可能な空間を有している建物となります。検討の視点としては、近年の風水害の教訓として、大規模、長時間の停電が発生していること、また長期の避難生活で必要な機能として、照明の確保や防災無線、スマートフォンなどの情報処理端末の使用、夏場、冬場の健康維持、温かい食事の提供などが求められています。このことから、2週間程度の避難生活には、電力の確保は不可欠であり、自律的な電力等のエネルギー確保をすることが必要となります。浸水対応型拠点建築物は、
区内にある73の小中学校においてまず取り組むこととしました。理由としてはすでに通校の建て替えが進行していますが、今後70校近くの学校において計画的に建て替え更新が進むこと、また現状でも地震時の第一順位の避難所に指定されているとともに地域にバランスよく分布していることとなります。学校についてはこれまでもマンホールトイレの整備や井戸の整備などを進めてきました。しかしながら基本的には地震時の避難所としての機能で、海抜0メーター地帯に位置しているにもかかわらず水害時の対応をしていないのが現状であります。絵にもありますように、避難者のメインの収容場所となる体育館は水没、ポンプの水没による飲料水の使用負荷など課題が山積していることが明らかとなりました。そこで浸水しない階への屋内運動場や受電設備などの設置、直結給水システムの導入、船による救助活動を想定した外階段の設置など、今後建て替えをする場合の基本的な考え方を整理したものとなります。またエネルギー確保についても現時点で導入可能な方策として中圧ガスの導入プラス高ジェネレーションシステムやガスヒートポンプを導入すること、太陽光発電プラス大型蓄電池の導入、バーチャルパワープラントなどの方策を示すとともに、技術革新の大きな分野であることから逐次新しい考え方を導入することと整理しています。また当時建て替えが進行中であった小松中学校においては基本的な考え方を導入するとともに、エネルギー確保については中圧ガスの引き込み、常用電源の浸水しない箇所への設置、太陽光発電施設の設置といった複数の手段を取り入れる思考をしたところであります。基本的にはこれ以降の学校については、先ほどの標準的なスタイルを導入して整備を進めているという状況にございます。一方当然ですけれども、小中学校の浸水対応型拠点建築物化だけでは多くの区民の垂直避難先を確保することはできません。そのため民間建築物における誘導策を検討しているところです。本区ではこれまで避難対策としてマンションや大型商業施設と協定を結んできており、こういった施設の浸水対応化は欠かせないものと考えています。例えば高層住宅では集会室や備蓄倉庫は1階にあることが多く、水浸しになり使用不可能になることや、電気室などの水没により停電になること、常用電源も使用できなくなることなど課題が山積しています。中高層住宅における浸水対応機能としては、集会室などを3階にすることで浸水階の住民や周辺住民を収容すること、太陽光発電や蓄電池による集会室など共用部分への電力供給、エレベーター停止を考慮した備蓄倉庫の中間層への設置などがあります。また大規模小売店舗では同じようなリスクは考えられますが、特徴的なものとしては立体駐車場での避難生活などが想定されます。大規模小売店舗では中高層住宅での対応に加え、立体駐車場を活用した対策や電源確保策としても太陽光発電を活用した EV 充電器による EV 車を蓄電池として活用できる設備の設置などアイディアを出しています。また支援内容としては、太陽光発電、蓄電システムなどのエネルギー設備関連と集会室や避難経路となる外階段など避難空間関連のイニシャルに対する支援と、エネルギー設備の保守点検経費やこれらを活用した訓練の経費などランニングコストへの支援も検討しているところです。浸水対応型拠点建築物については区単独支援を考えておりました。このような中、令和3年度から国土交通省が新たな地域防災拠点建築物整備、緊急促進事業をスタートしました。対象の施設についてはほぼ同様ですが、
対象となる部分については、国はハードのみ、区はハードとイニシャルコスト。また、国の制度は、避難施設としてのたかり増し分への補助、施設利用者の分は別であるのに対し、区の考え方は、施設の利用者を含めた全体を対象とすることとしているなど、差異がございます。そしては令和4年度からの導入を予定していますが、できれば国費と連動できるように調整していきたいと考えています。また、エネルギー設備については、国交省以外の経産省などにも補助事業がありますが、現状では縦割りのために分かりにくい制度となっており、利用がしづらくなっています。このことについても改善の要請などを合わせてしていきたいと考えています。浸水対応型市街地構想において、もう一つの柱となるのが、公園などを利用した浸水対応型拠点高台の形成になります。先ほども紹介しましたが、平成23年度の都市計画マスタープランの改定において、高台化による避難場所の確保を位置づけ、当時完成していたものを含め、6箇所の高台化による避難場所が整備されています。現在、新小岩公園において、浸水対応型拠点高台の整備に向け検討を進めています。これまでは高台避難場所としての機能のみでしたが、新小岩公園では救出活動や復旧活動の拠点とすべく検討を進めています。これは昨年度の秋にまとめた新小岩公園整備基本構想で、防災機能の強化だけではなく、憩い、にぎわい、空間の創出、町とともに発展することを基本方針として、未来志向の公園づくりを目指していくこととしています。また、新小岩公園では、大規模水害時にも活用可能な首都高速の入り口に近接しており、都が進めている関係者堤防工事と一体とすることで、車両などのネットワークも確保できる立地も最適な場所となります。防災機能の強化としましては、大規模水害時に必要となる防災機能拠点、防災機能拠点とすることを目指し、河川整備と一体的な高台ゾーンの整備により、防災拠点機能の確保を進めようと考えています。高台ゾーンにおいては、想定されるさまざまな水害時の救援拠点となるよう、避難スペースだけでなく、車両転換スペースや、荷さばき活動スペース、船着き場、ヘリ発着スペースを設けることを考えています。最後に2つの防災まちづくりの連携的展開への可能性と展望についてです。これまでお話ししましたように、本区の防災対策は、地震対策、水害対策をそれぞれ切り分けて実施してきています。一方、本区の地域防災計画では、想定を超えた災害への対応として、複合災害の想定しており、特に大規模地震プラス外水氾濫の想定については、国の被害想定においても検討されていることから、本区としても危惧しているところであります。地震動、液状化で堤防が脆弱となることから、台風の接近等による大雨の影響で、河川水位が上昇すると、洪水が発生しやすくなることは容易に想定することができます。しかし現状では被害状況がどんな状況になるかは、災害対策に関わる職員間でもイメージの共有ができていないのが現状となります。今後、地震対策、水害対策を複眼的に進めていくためには、まず職員間での災害イメージの共有化を行い、ソフト・ハード対策の両面から検討を進めるべきと考えています。また、現在、都市計画マスタープランの改定に着手しており、今年度から学識経験者を入れた検討委員会や、地域の方々との地域別ワークショップなどを進める予定となっています。昨年度進めたアンケート調査では、震災復興に対する区民意識として、事前に取り組む復興まちづくりについては、行政による事前検討を重視する区民が最多である一方、地元住民が参加する復興まちづくり模擬訓練を重視する区民は少ない結果となっており、昨年度のマニュアル見直しで作成した標準テキストを用いた簡易な訓練の普及などを含め、事前に考えておくことの重要性を多くの区民に知ってもらうための取り組みを強化していくことが必要となります。そのためにも、
首都直下地震、大規模水害、さらには複合災害のイメージをできる限り区民と共有し、議論を進めていくことが重要と感じています。また、震災復興時の水害の備えについては、現行の豊島区では、沿線市街地の高台、水害対策に資する新たな公園整備の記述にとどまっており、改定においては、先ほど紹介した浸水対応型市街地構想の具現化を考慮する必要があると考えています。そのためにも、区民とともに段階的整備として位置づけている10年後、20年後、30年後の葛飾の街づくりの状況をイメージしながら進めていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。なお、紹介した事業の多くは、区のホームページで確認できますが、マニュアルの見直しで標準的地につきましては、地図など地区ごとに差し替える必要があることから掲載しておりません。もし、関心ある方がいらっしゃいましたら、区の都市計画課までお問い合わせをください。ありがとうございました。はい、清野様、ありがとうございました。続きまして、トータルに備える防災もまちづくりと題しまして、東京大学生産技術研究所教授、東京大学社会科学研究所特任教授、加藤孝明先生よりご報告をお願いしたいと思います。加藤先生、ではお願いいたします。はい、東京大学の加藤です。よろしくお願いします。本日はトータルに備える防災もまちづくりというタイトルで30分間お話しさせていただきたいと思います。で、キーワードはトータルということと、あと防災もまちづくりということになります。で、このトータルってい こう言葉にこうたくさんの実は意味を込めておりまして、こう水害、それから地震、その他の災害への対応、まあ、マルチハザードへの対応という意味、そして、事前のこう災害への備えというものをこう復興をもこう視野にこう入れたという意味でのトータル、そして、こう地域コミュニティレベルのこう対策の検討から流域までの、単位でのこう検討という意味でのこうトータル、こう3つの意味を込めております。で、次にこう防災もまちづくり、まあ、これ聞き慣れない言葉かと思うんですが、これは私がよく言ってる言葉なんですが、これ反対語はこう防災だけという意味で、こう防災だけではなくて、こう街のプラスをこう生み出すことで防災を加速させていくと、あるいはこう防災をきっかけとして防災を主軸としたこう魅力的かつ持続的な街づくりを実現していくんだと。で、このこう相互のこう相乗効果をこう生み出していくものとして、この防災も街づくりと、まあ、いう言葉を使っております。で、今日はこの2つのこうテーマで今後災害に備えて、まあ、どういう街づくりを進めていくべきかというこう話をしていきたいと思います。で、まず最初にこうトータルに備えるということで、こうマルチハザード影響によって、まあ、水害が攻撃人が頻発加工していると、まあ、そう水害への備えというものと、それから地震、それからそれ以外の災害への備えと、これは同時にこう進めていかなければいけないと。で、これまではこう別々に備えていたわけですけれども、こう同時に備えていくと。で、こう水害の備えとしては、これ葛飾区 のこう浸水対応型市街地構想、これは後で詳しく説明しますが、まあ、浸水したとしても大丈夫な市街地をこう作っていこうということ。で、こう地震を含めたそれ以外のこう災害の備えとしては、これも新しい概念なんですけれども、災害時、自立生活圏構想、まあ、これをこう目指していこうということを考えています。で、まずハードとして共通するものは、その市街地の中にこう拠点街区、こう建築物をこう作っていくと。これは浸水対応型市街地にも、この災害時自立生活圏構想の中にもこう含まれていくというものになります。で、ソフトに関しては、水害と、地震、それ以外の災害含めて、共通して、この、全体をこう下支えしていくという位置づけで考えております。
でまずあの浸水対応型市街地についてご説明をしていきたいと思います。で、あの専務さんの方からあのご説明が あったかと思うんですけれども、あの2019年、6月7月にですね、あの区から、フォーマルなあの構想としてこう、公表されているわけですけれども、これ実は2004年頃から、市民が先行行政後追いの方で、民学館の検討を得て、2019年の、発表にこうつながったということになります。でキーワードとしては3つあって、こう三位一体の対策、それから浸水対応型まちづくり、そしてこう浸水と浸水と、まあ、これはあの半分ダジャレなんですけれども、こう浸水と浸水と、この3つのこうキーワードでこう成り立っています。で、まあ、この葛飾を含むこの、東京、区部東部のこう海抜ゼロメートル地帯で、まあ、いろいろこう検討されていますけれども、なかなかこういいソリューションが、見出せてない状況であると、それは現状であると。でこれが なぜこんな状況になってしまったかというと、まあ、大きく2つの理由があると。で1つは近代化に伴ってこう地盤沈下してきたことであると。でこの図は、明治の、半ばからこう現在までこう時間を取っているんですけれども、こう近代化とともにこう地盤沈下していて、でこれ、終戦で、経済活動が止まって一旦踊り場を迎えるんですが、まあ、その後の高度経済成長期でさらに地盤沈下していくと。で昭和40年代後半に入ってこう地下水の汲み上げが禁止されて、やっとこう地盤沈下は止まった、でも、元には戻らないと、まあ、いうこの地盤沈下が一つの原因であるということです。で、これ最大でですね、記録上 4.5 メートル地盤沈下しているということなんですが、まあ、この緑の線に見る通り、観測をし始めた時にはもうすでにこう大きな傾きになってますので、実際はこの最大観測値以上 の地盤沈下があったと、まあ、ものすごいスピードでこう地盤沈下していったということです。それが一つ。それがもう一つはですね、地盤沈下を考慮しない市街化をしてしまったと、まあ、いうのが挙げられると思っています。でこの下の図はこう新小岩の、駅のこう周辺の地図を1880年頃から現在に至るまでこう出しているものなんですが、実はこう終戦、この赤枠が終戦なんですが、こう終戦まではこう田園地帯であったわけです。で、その後、戦後復興、高度経済成長、まあ、そのわずか、十数年、の間に、現在のようなあの低層高密のこう市街地がこう形成されてしまったということです。でこれ終戦の時にはすでにこう地盤沈下がこのグラフが書かれているようにですね、認識できたと、するならば、その先 の経済成長によって、さらに地盤沈下するということが予見できた、時代だったとこう推測されます。でこうにもかかわらずですね、まあ、ここに低層高密のこう市街地を形成してしまったという、まあ、ある意味こう市街化都市計画の失敗というのがこう2つ目のこう理由としてこう挙げられるというふうに思っています。でまあ、当時ちょうどこう多摩ニュータウンなんかのこう計画も昭和30年代されていたと思うんですが、まあ、もしもこう葛飾ニュータウンというのをですね、当時構想していたとするならば、まあ、少なくともこう、垂直方向、には逃げられる、まあ、最低限命は守られる市街地になったのではないのかなというふうにこう思うわけです。で、まあ、こういった状況に対して、こう三位一体の対策でこう進めていくべしということを考えています。で、これまでは、こう守るの治水対策、それから逃げるの広域避難対策と、まあ、この2枚看板だったわけです。で、治水も時間がかかる。で、広域避難も、まあ、総数こう200万人ですかね。それぐらいをリードタイムの間で逃がすということがかなり困難であるということから、3つ目の対策としてこう受け流すと、この対策をこう加えていこうというのがこの浸水対応型市街地構想の発想になっているということです。
で、この浸水対応型って何かっていうとですね、これ浸水しても大丈夫な市街地という意味で使っております。で、具体的にはこう逃げられる、生き延びられる、こう容易に復旧できる。これをこうソフトとハードで作っていこうと、まあ、いうことになるわけです。で、こうソフトに関してはですね、こう2006年頃から、まあ、新小岩の北地区と、まあ、いうところで、やってまして、まあ、この写真にあるようにですね、かなりきちんとこう定着しているということです。で、こうハードに関してはですね、まあ、今説明した通り、あの2つ目の理由として、こう都市計画市街化の失敗がまあ理由であったわけなんですが、過去の、十数年間のこう市街地側での失敗を、今後のこう数十年でこう創造的に取り戻していこうと、まあ、いうことを考えています。で、これは4年前の、朝日新聞のこう記事なんですが、こう大災害都市は耐えるかという記事の中で、町会長のこう中川さんがですね、こんなことを言ってます。都心に近くリスクはリスクとしてきちんと取り組めば東京で一番いい街になると、こう100年後200年後のことを考えて、まあまあ非常にこうかっこいいことをこうおっしゃってますね。で、まあ、同様にこれ僕もコメントしてるんですけれども、気候変動が深刻化した時に遅れてきた20世紀の負の遺産と言われないようにしたいと、まあ、つまりこう今後20年30年後にですね、本当にこの荒川下流でもこう被害が起こりそうだっていうぐらい気候変動が進んだ時に、そこから手をつけていてはこう間に合わない、今から手を打って、こう幸せな形で2、30年後のリスクが増大した時代をこう迎えるべきだということなんですね。だからそれまでにきちんとした備えを行って、こう雪国で一面雪景色というように、水害が来た時に一面水景色というようにやり過ごせるほどになるのが理想だと、まあ、いうコメントをしてるんですが、これは西日本豪雨の前ですので、こんなこと言ってますけれども、それ以降はこんな表現は使わないようにもちろんしております。で、具体的なプロセスは、こんな感じで大体こう3段階でこう考えています。で、まずは今のストックを活用して、命からがら逃げられる避難空間をこう確保していこうと。で、次に2段階目として、取り残されたとしても、最低限の、こう生活環境を、確保することできちんと生き延びられるようにしていこうと。で、そのための、要素としてこう浸水対応型拠点建築物あるいはこう街区と、まあ、いうものをこう整備していこうと。で、この浸水対応型拠点建築物街区というのはこう自立型のライフラインを持っていて、こう命からがらでもいいので逃げ込める浸水しない空間を持っている街区建築物として、それを市街地の中に、これ赤丸で表しているのがそれなんですが、市街地の中にこう計画的にこう作り込んでいくと、まあ、いうことを考えている。で、最終的にはそういった拠点建築物街区を何らかの形でネットワーク化することによって安心して住めるこう葛飾区にしていこうと、まあ、いうことです。で、一方この地域は敷地がかなりこう細かいので、現在のこう低層のこう宅地がですね、まあ、なくなることは多分ありえないので、低層の建物は残るという前提にしています。で、そのこう低層の建物についてはこう被害を受けにくいこう形状工法、それから被害を受けにくいライフスタイル、そして復旧しやすい工法と、まあ、こういうものを次の建て替えの時に作ることによって、被災してもこう容易に復旧できる街にしていこうと。これがこう浸水対応型市街地の目指すべき姿ということになります。はい。で、いろいろこう初期にこう検討をしたわけなんですけれども、これは建築家のこう今井先生とともに検討したんですが、実はこう今の市街地でもやれることはまあいろいろこうあるんじゃないかということなんですね。で、こう例えばそのこう高架道路のこう脇を張り出して避難場所にするとかですね、商店街にそれなりのポテンシャルがあればこう立体の商店街にするとかですね、あとはこう堤防一体型のこう建築物にしていくとかですね、まあ、やれることはまあいろいろこうあると。
あと既存のものに関してもこうスーパー堤防とかですね、こういう葛飾区が取り組んでますけれども、こう公園の高台化、まあ、こういったものもこうやれるのではないかということです。でこう実際の敷地でこうケーススタディしたのがこれなんですけれども、まあ人が逃げ込めるこうデッキを、作り、で浸水するところはこうピロティ構造にして、しているということなんですね。でこう周辺に対して、こう避難空間と、まあ、ライフラインを、こう提供していくと、まあ、言ってみればこう周辺に対してこう安全のこう裾分けをこうしていくと、まあ、いう施設として、拠点建築物街区をこう作っていくということです。でここはこう周辺にこう取り残された、こう人たちに対する、まあ、支援拠点という位置づけもあれば、さらにはですね、こう復旧復興のこう拠点としてもこう機能していくと、それで復興しやすい復旧しやすい町の、拠点という、こう位置づけもできるかなと思っています。まあ、こんなイメージですね。でこう被災した場合は、まあ、こんな形にこうなっていくということです。でこの2階部分に関しては、例えばこうスーパーマーケットとかですね、こう食料備蓄がこうできるとかですね、 あとはサービス高齢者住宅、まあ、そもそもこうに避難が難しいこう人たちがこう生活する場にするとかですね、まあ、公共施設、支援拠点としてのこう機能を持つような、公共施設、まあ、そういったものがこう入るとなお良いかなと思っています。でここでは、ね、こう自立型のこうエネルギー供給設備も入れるとするとですね、これをしながらこう脱炭素社会への貢献というのもできるのではないかというふうに思っています。でこの2019年に区から、まあ、構想が発表されたわけですけれども、まあ、こういった葛飾区のこう検討をこう踏まえて、東京都のこう都市計画の、土地利用、調査特別委員会、これ字間違ってましたね、都市ではなくて土地です。でそこにはですね、まあ、ゼロメートル地帯のこう市街地、気候変動によって高まる大規模水害リスクに備えて浸水に対応したまちづくりを進めていく必要があると、まあ、いう記述がなされていると。で国などにおける検討などを踏まえて都市開発諸制度、こう再開発ですね、まあ、それを活用して浸水対策を進めていくんだと、あるいはこう市街地整備の面からも浸水対策を促進していくんだと、まあ、いうことが書き込まれる。これは都市計画の区域マスタープランのこう最上位にこう、当たる基本方針の中にこれが書き込まれたということです。だから葛飾区でこういう検討をしているから、しかもこう市民の支持を得た上でこう葛飾区はこう発表間近になっているので、まあ、安心して東京ともこういうことを書くことがこうできたということだと思います。でこの中でこう国などにおける検討などを踏まえと、有効一文をもとに昨年こう、発表された、東京都と国の検討によって、このいわゆるこう高台まちづくりと、いうものがにつながっていったと、いうことです。で一方こう清野さんの話にもありましたけれども、まあ、区としてもこう公園の高台化とかですね、小中学校の、浸水対応型拠点化という、 こう検討が、今なされているところです。で要はこう具体的なこう地域で市民の支持を受けた上で地域が動けばこう社会全体がこう変わっていくんだと、これが一つの方向性だというふうにこう思っています。でそして、次が それ以外のこう災害への備えとしてこう災害時自立生活圏構想というものを、今日はお話ししていきたいと思います。で一昨年ぐらいからの僕の中でこう一番こう流行っているキーワードになります。でこれはこう、地震とそれ以外、地震とその他の、こう災害に対して、まあ、地域社会がこう目指すべきこう目標だというふうにこう位置づけています。でまずその防災の根幹問題はこう何かというとですね、
まあ、この写真見ていただくと分かるんですが、これはこう避難所の写真ではなくて、これは娘の小学校の時の運動会の昼ご飯の様子なんですね。でこの日は非常にこう暑い日だったので、最初こう運動場でこうご飯食べ始めたんですが、こうあまりにも暑いのでやっぱ体育館で食べようということで、ちょっと出遅れていったらこんな状況になってたと。要するにこう避難所である学校の体育館というのは、小学生の家族の6、1割が入ると、まあ、こんな感じでいっぱいになったということなんですね。で、まあ、こういうことなので、全ての被災者がこう体育館に入るなんてことはもう絶対にこうできないということになるわけです。でこう防災の根幹問題は何かというと、こう桁外れに大きい需要に対して、こう桁外れに少ない資源しかないというのがこう根幹問題であるということです。で、このアンバランスというのがこう防災の根幹問題であるということなので、これをこう防ぐためには、需要を小さくし、資源を大きくしていくと、まあ、いうことしかないということになるわけです。で、ところが、今のこの、まあ、防災対策、災害対策を考えると、アンバランスが是正されるどころか、需要が一方的にこう膨らんでいくという方向にこう動いているわけですね。で、まあ、例えばですね、避難所に、ペットを連れていけないのは問題だと、じゃあペットを受けられるようにしましょうなんていう、こう、今まで見落としていたこう視点があると、こう需要がどんどん膨らんでいくわけです。でところがですね、おばあちゃんの、一人暮らしのおばあちゃんの、ペット連れの避難というのとですね、高級車のこうベンツのワゴン車に乗ってる大型犬を飼ってる人のペット連れの避難って、だいぶこう意味が違うわけですね。こう本質的に見落としていた、需要を、発掘するのに伴って、こう不要不急のこう需要も、拾い上げてしまった。で結果こう需要がどんどんこう拡大していくという構造にあるということなんですね。ですからこう需要を上手にこうダイエットして、資源の方は今公に限られているものを別の考え方を持ってきてこう増やしていくと、まあ、いうことを、まあ、進めていく必要があるんだということです。でまずこう資源を劇的に膨らませるという意味では、こう民間資源をこうもっともっとこう活用していこうというのがこう一つで、それからもう一つがですね、災害に対して安定的な要素、こう自然環境のこう活用を進めていくと。人工物はこう災害を受けると機能が低下して使えないものになってしまうんですが、こう自然環境的な要素はこう相対的にもともと自然なので、こうダメージが少ないというので、相対的には使える要素になると。でこの2つのこう視点からですね、こう資源をこう膨らませていくことができるのではないかということです。で、これはで民間施設として、これは一昨年以来こう研究してるんですが、こう災害時遊休施設と、こう災害時に、こう遊んでるこう民間施設と、でそういうものをこう積極的に活用できるんじゃないかということで、こう分かりやすい例としてはこうパチンコ屋さんと、こうパチンコ屋さんのこう BCP っていうのは、こう災害時に事業再開を急がないというのが最適な BCP ですので。まあ、災害で逆に言うとこう社会が使える施設になり得るんだと。でこう左側、これパチンコ屋の業界誌に僕が投稿したものなんですけれども、パチンコ店の駐車場を車中泊場にというふうにこう書いてあります。で実際これ名古屋市でこう検討してみるとですね、公的な避難所のこう 3,4 割ぐらいのキャパをここで稼ぐことができると、まあ、いうこう結果がこう出ています。でまあ、こういった工夫をすることで、まあ、資源を劇的に膨らませることができるんだと。で一方は需要をこう劇的に減らしていくというためには2つの方法があると。で1つは、自助を増強すると。要するにこういたずらにこう需要を膨らませないと、こう本質的な見落としてた需要を拾い上げることは非常に重要なんですが、不要不急の需要を、ダイエットしていくと、まあ、いうのが一つです。でもう一つはこう災害、
災害時自立生活圏をこう構築していくということになります。で、この災害時自立生活圏とは何かというと、県域外に頼らなくても災害を乗り越えられるこう生活圏という定義をしてまして、まあ、2種類あると思っています。で、1つは、自立すべき地区、周りに迷惑をかけるので自立すべき地区。で、もう1つは、自立せざるを得ない状況なので自立せざるを得ない地区というのがあります。で、こう自立すべきこう地区としては、まあ、2つ例えば例としてあって、1つはこう商業業務地区と。左下こう大丸湯地区なんですけれども、ここにはあの地方の県庁所在地と同じぐらいの人が働いていると。で、ここがこう自立していないと、周りに迷惑をかけるし、あるいはこう周りの資源を消費することになってしまうと。なのでこう自立すべき地区であると。で、他にはこうタワーマンションなんかもそうですね。2年前のこう台風19号で、あの武蔵小杉のこうタワーマンションがこう問題になりましたけれども、これが自立していないとこう周りのこう地べたの地域社会が備えていた、災害対応システムが破綻してしまうと。だからここが自立、すべき地域であるということです。で、一方こう自立せざるを得ない地区の例としては、あの、まあ、2つあって、で、1つはこう道路の寸断によって孤立する可能性のある集落。で、これ道路寸断によって孤立するのが問題ではあるんですが、孤立しても自立していればさほど問題ではないということになるわけです。で、それから、もう一つがですね、ここの地域ですね、これ東京都の、あの火災危険度ですけれども、これ杉並区です。で、高円寺から荻窪にかけてはこれ赤とこう青のところが危険な区域を表してますけれども、まあ、えらい大変なことがこう起きるはず。で、で、そのこう、北西部、これはあの伊予木から伊草にかけてのあたり、こう基盤整備された比較的良好なあの住宅地が広がっていると。で、ここの人たちとのこう議論ではですね、ここの町には外部から誰も助けに来てくれませんよと。自衛隊も消防も警察もきっと来ないでしょうねと。なぜならば高円寺から荻窪にかけてえらい大変なことが起きているので、みんなそっちに行くと。なので、この地域は自立せざるを得ないですねと、有効認識で今こう取り組みが行われています。だからこういったあのこう、自立生活圏がこう町の中にこうたくさんこうできていくと、結果、全体の需要と供給のこうバランスが取れていくということになるというふうに思っています。で、この災害自立生活圏、を構築していこうとしたときに、先ほどこういった民間資源のこう活用と、それからまあ自然環境の活用のほかにですね、こう安全のお裾分け機能を強化していくと、まあ、そのためのこう災害対応の拠点空間の整備をしていくと、まあ、いうことが非常に重要なポイントになってきて、で、これは先ほど説明した浸水対応型建築物街区というものが、それにこう相当していくということになります。で、こう浸水域では、まあ、この浸水対応型建築物街区ということになるんですけれども、先ほど言ったこうパチンコ屋さんとかですね、あとこう大手町丸の住楽町では、エリア防災拠点ビルというものが今順次こう整備されていっているところです。こういった拠点街区、拠点建築物というものが必要だということです。で、加えてですね、こう資源の持ち寄り、これこう単独では役に立たない単品を持ち寄ることで、資源をこう拡充していくというものもあって、例えばこう私は鉄板持ってますと、私は小麦粉持ってますと、私はキャベツ持ってますと、これ単独ではこう今一つのものなんですが、3つ合わせると美味しいお好み焼きができるといったようにですね、町の中にある資源をこう上手にこうコーディネートして役に立つものに変えるとい こうソフトのこう機能と、まあ、いうものもこうセットで、あると、いいということになります。で、まあ、こういった形で、まあ、災害自立生活圏を、構築していくと、
害に対応することができるというふうにこう考えています。はい。で次2つ目の話題がですね、トータルに備えるの復興を視野に入れた事前の備えということです。で、これからの時代考えると、やっぱ復興できない状況というものも視野に入れていく必要があると、まあ、いうふうにこう思っています。でこれはの昨年のこのシンポジウムでもこう話をしたんですけれども、何も準備がないとこの復興できないということになるんですが、まずは復旧復興できるレベルに被害を抑止すると。でさらに、復旧復興の、加速をしてこう緑のラインに持っていくと。で加えて、災害後の社会経済状況へ適応していくと。これを先取り適応と呼んでるんですけれども、災害後の社会経済 変化した社会経済状況にこう適応できる復興像をこう目指していくということになります。でただその途中段階でこうボトルネックが生じて、復興できるラインに乗っかったんだけどまた復興できないところにこう、行ってしまう可能性もあると。なのでこう事前の備えとしてはこの復興のボトルネックを、回収事前に解消しておくと。あとは先取り適用できるように復興の目標像を事前に検討していくと。でさらにこの復旧復興を加速していくための、拠点を、町の中に、作り込んでおくと、まあ、この3つぐらいのこう、対策を、考えていく必要があるのではないかと。災害を単に防ぐと、被害を防ぐというだけではなくて、復興を視野に入れた事前の備えというものをやっぱトータルに考えていくことが重要であろうということです。で例えばこう左上のこれ徳島県の南町の例ですけれども、これ高台整備をしています。でこの町のこう復興のボトルネックというのは、こう仮設住宅用地が、確保できないというのがボトルネックなので、あらかじめ高台を整備しておいて、仮設住宅が建てられるような、用地を確保していこうという例になるし、先ほどの浸水対応型拠点外区建築物というのは、まあ、復旧復興のこう支援拠点として、あらかじめこう作り込んでいこうという例かと思います。はい、でそしてこう3つ目のトータルが、まあ、地域コミュニティから流域までのまちづくりの空間単位と。これはもうもっぱらこう水害に言えることだと思います。でこれ水害とは何かってこう冷静に考えてみるとですね、こう川のキャパを超えた雨が降るとどこかで水は溢れるんだと。でその溢れた水はこう高いところから低いところにしか流れないっていう、こう四国当たり前の話なんですね。で一方こう川のキャパを増やすには長い時間と膨大なコストがかかると、まあ、いう事実があると、まあ、非常にこうシンプルなこう構造な、わけです。ですから今後気候変動が進むとこう川のキャパを超える雨が降ることがあるんだということなわけですね。で、まあ、こういった状況を踏まえて、これ私も委員だったんですが、昨年の7月に社会資本整備審議会からこんな答申が出されました。でまあ、簡単に言うと今後気候変動が進むのでこう流域治水に転換しなければいけないですよということです。でここでいう流域とは何かというと、こう河川に加えて市街地、地域社会、農地、山と、これ全てがこれ流域だという定義になっています。でこれポイントは3つあって、で1つは気候変動が進むので、水防災意識社会を再構築しなければいけませんねというのが1つ目の、話になります。でこの水防災意識社会の再構築という言葉はすでに国交省が2015年に言っている言葉になります。でこの中でこの再構築の再の字に実はこう意味があるんですね。でこれかつては、水害に対して防災意識を当たり前に持っていた社会であったと。でそれがこういつの間にかなくなってしまったと。なのでそれをもう一度現代的な意味を加えてやっぱ再構築していくということが必要なんだというのが1点です。で2つ目が、治水を河川管理者だけに任せておけばいいと思ってたんですが、もうその限界が明らかであるということ。でそして3つ目が、河川に加えてこう流域全体で総力を上げていかないとダメですよというのがこの3つ目のポイントになるということです。でこの考え方が入るとこう大きく治水の考え方が変わるというふうに思ってます。でこれまでは溢れないように流すと、
で溢れたら逃げるという構造だったのが、今度はですね、溢れることが前提になりますので、この溢れる水をいかに上手に流すのかと、まあ、有効発想にこうなってくるということです。で、その溢れた水を受けるところに関しては、被害を上手に受け流していくんだと。まあ、こう形にこう大きく治水の考え方がこう変わっていくというふうに、まあ、私自身は捉えているということです。じゃあ、その溢れた水はどこに行くんだと、まあ、いうことなんですけれども、台風19号で下流域、荒川の下流域の洪水はギリギリ避けられたわけです。でところが、上流 の東松山あたりはですね、大変な被害を受けているわけですね。で先日こう東松山市のこう議員さんからですね、こんなことを言われたんですね。下流に住む友人から、今回は東松山市のおかげで本当助かりましたってこう言われたんですけど、先生これどういうことですかと聞かれました。でそれに対して僕はそれはおかしいですねと答えたんですね。それはおかしいと、たった一人の人がそういうのではなくて、もっと大勢の人から感謝されるべきだという話を私はしました。で一方でこう千葉県のある流域の、上流の流域の、流域の上流のこう町長と市民の方がこんなことを言ってました。こう我々には地形から来る上流の責任があるんだと。これすごいかっこいいこう言葉なんですね。で要はどっかで水は溢れるわけなので、その水を引き受けるところはこう人知れず犠牲になってるっていう形ではなくて、むしろ、流域全体に対して我々は誇りを持ってリスクを引き受けるんだと、貢献するんだと、まあ、こういう、こう意識にこの千葉県のこの流域ではなってるということなわけです。で要するにそのこうリスクの偏在っていうのが今後当たり前になってくるとすると、このリスクの偏在、我慢の偏在というものをやっぱこう流域全体で、その、我慢のシェアのあり方というのをやっぱりこう議論していくことが今後必須になってくると。でこれまでは防災っていうとこう市町村単位とか地域社会で議論してたわけですけれども、これからはそういった空間単位の議論に加えてこう流域単位でのこう議論、この2層の議論が必要になってくるんだと、まあ、そういう意味でこうトータルに考える必要があるということです。ちょっと時間オーバーしてますね。で最後手短に防災もまちづくりというのについてお話をしていきたいと思います。でこれは昨年10月にこういい形のこう記事になったんですけれども、まあ、防災もの視点で地域づくりすべしという話です。ですでにこう埼玉市 のこれ都市計画系の防災計画なんですけれども、まあ、そこにはそのこの吹き出しでその思想が入っているということです。で過去 のこう防災都市づくり、街づくりっていうのをこう振り返ってみるとですね、こう防災の先には必ずこう安全と繁栄の実現という、こう繁栄というものも中に含まれていたと。で僕の認識ではこう防災だけで街づくりが成立した例はないんじゃないかと、まあ、いうふうにこう思っています。例えばこう東京都のこう防災都市づくり、まあ、地震火災を対象とした防災都市づくりなんですが、まあ、昭和40年代からこう避難場所の確保、延焼山体の整備というのがこう出されてきたわけですが、この避難場所の確保に関しては、もちろん地震火災からの、避難場所を確保するという対策なんですが、実はこう当時の、東京の課題は、著しい公園不足であったと。他の世界都市と比べると著しい公園不足であったと。こう公園が必要だったので、公園を作っていったと。でどうせ作るんだったら避難場所としても使える公園にしていきましょうと。要するにこう日常的な課題とセットにあった。でこう避難、延焼遮断帯の整備に関しても、モータリゼーションに対応するために道路が必要だと。それからこう東京に集中してくる、あるいは東京の経済成長を支えるために床が必要だったと。でその床をどうせ作るのであれば、延焼遮断できるように道路沿いにこう並べましょうと、まあ、いうことだったと思うわけですね。だから要するにそのこうかつてのこう防災まちづくりというのは他の日常的な課題と抱き合わせることで防災も結果前に進んできたんだと。でこのことをこう今一度、思い出す必要があるのではないかと思っています。
で東日本大震災以降は、やっぱ防災だけにこう焦点がこう絞られすぎて、いる嫌いがあるのではないかというふうに私自身は考えています。でこれ例えばの例ですけれども、こう伊豆市の戸井地区では観光防災まちづくりということで、観光も防災も両立させていこうと、まあ、いう取り組みがこうなされているという例です。でそれから、でこれは災害の備えをこう観光地のこう売りの一つとして、こう安心して来てくださいという付加価値の付け方に転換しているということです。でそれからこれは徳島県の南町にざり集落の例ですけれども、この集落は陸の孤島的漁村集落、たった100人しか住んでません。でキャッチフレーズはたかが100人、されど100人、何にもないけど何かあるっていう、こう本当何にもない集落なんですね。でこの右下に見るとですね、これ南海トラフ巨大地震が来ると下重地域はほぼ浸水するところなんですね。でこの集落では住民自らこう事前復興アクションプランというのを6年前に策定しています。で僕も若干お手伝いしたんですけれども、この議論の中では彼らは南海トラフ巨大地震さほど怖くないってい う, こう言い方をするんですね。全滅するにもかかわらず怖くないという言い方をすると。でそれはなぜかっていうと、こうもっと怖いものがあるからである。こう30年で 70% の確率で発生する津波が来る前に、過疎化で集落が自然消滅することの方が怖いんですよね。ですからこういう地域ではこう防災だけ考えててもしょうがなくて、防災とともに集落の持続性というのをこうセットで考えないとこう意味がないんだという話です。はい。でこう浸水対応型まちづくりの話にこう戻りますけれども、これ3つ目のキーワードとこう浸水と浸水という、こうダジャレがあります。でこれは葛飾区の中高年の女性の人がこう言い始めた言葉なんですね。で毎回楽しみにしてワークショップに来るけど、毎回こうリスクリスクって言われてだんだん嫌になってきちゃいましたと。もっと楽しいことないのっていうところからこのキーワードがこう出てきた、わけです。で、この写真、ご覧いただくと、ね、これ葛飾区なんですね。こう非常にこう魅力的な、水辺空間に見えます。でこれ世界の、川のスケールと比べると、だいたいこうパリのセーヌ川と非常によく似た空間になっていると。で、むしろセーヌ川よりもこう葛飾の、川の方がこう線形がかっこいいということなんですね。でこれは都市づくりの資源としてこう使える資源にもかかわらず、これまで、さほど見向きされていない空間なんですね。で今出している写真はこれヨーロッパの素敵な水辺空間を並べているんですが、この中に1枚だけ葛飾区の写真があります。これですね。これプロポーション的にはヨーロッパの素敵な水辺空間と見劣りしないんですが、まあ、ちょっとこうデザインするという発想がないので、あんまりこういい形になってないと。でこう潜在的に素晴らしい空間になる要素は、十分にあるんだということです。で要はこの、水に親しむという空間を使って都市の魅力を高めることでこう浸水対応化をこう促進させていくんだと。これがこう、浸水対応型市街地構想における、防災もまちづくりの、視点かなというふうにこう思っています。でこれは4年前に 3年半前にこう東京都が出した東京都市白書という中で私もコメントしています。水害リスクと賢く共生する浸水都市にしていこうと。こう水に親しむ都市を作ることで浸水リスクと賢く共生できるようになっていくんだと、いうことを述べて、いるわけです。はい。でこれ最後です。防災もまちづくり、こう総合的に考えて防災を実現するんだ。防災を考えて総合的な地域づくりを実現するんだと。で防災だけではなくて、これからのこう未来のさまざまな課題、こういったものと抱き合わせて、防災を考えていくことが、今の時代、非常に重要であると。
で防災への投資っていうのはこう明るい未来をこう開くためのこう投資なんだと、いうことを頭に置くことが重要だというふうに思っています。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、加藤先生ありがとうございました。引き続いて第2部に入らせていただきます。第2部は流域治水からの水災震災に備える流域防災への転換に入ります。まず、この2部では、流域治水による持続可能な首都東京のまちづくりと題しまして、国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所、所長でやらせられます早川淳様よりご報告をいただきたいと思います。では早川所長よろしくお願いいたします。はい、早川です。名古屋さん聞こえてますでしょうか。はい、聞こえております。はい、じゃあ、早川の方から発表の方させていただきます。ですね、画面の方の共有の方、させていただきます。はい、スライド見えてますでしょうかね。はい、共有できております。はい、それでは始めます。まあ、ちょっと皆さん長いいろんな話聞いてますのでお疲れなところがあると思いますけども、ちょっと私の間でもちょっとコーヒーブレイクしたりお手洗い行ったりしていただければいいと思いますけども、荒川下流の所長してます早川でございます。今日はちょっと流域治水、という新しい言葉出てますので、皆さんにぜひ知っていただきたいと思いましたので、発表させていただきます。で、私今荒川下流河川事務所という荒川のですね、赤羽にあるですね事務所で勤務しております。平成16年にですね、まあ、東京生まれですけども、国土交通省土木職で入りまして、昨年の7月から荒川下流の河川事務所長をしております。ホームページとか見ていただければと思いますけど、みんなで一緒に荒川ろうということのキーワードでですね、できるだけですね、今の荒川を中心に関心持ってもらって、町も人も健康な状態になっていこうということで今やっております。前職はですね、 JICA の長期専門家でおりまして、ちょうどですね2018年だったんですが、中部スラウェシで地震がありまして、これもまさに複合災害という意味では非常に複雑なものでありました。地震が起きまして、地震の地滑りで津波が起きて、地震の揺れで液状化ができて、液状化の泥流で、地滑りが発生すると、で当然揺れで建物も壊れるという非常に複雑な、複合災害でありましたけども、まあ、現地調査入りまして、復興計画を書いたり、これ東日本大震災の経験からの、津波防災地域づくり、の技術移転ですけども、そのような津波とですね共存できるまちづくりというのも、やっておりました。はい、それでは荒川ですね、皆さん荒川流域というのをよくご存知かどうか、まあ、分かりませんので、ちょっと一度振り返ってみたいと思います。そもそもですね、あと流域という言葉がどこまで皆さんで一般的なのかというところですけども、まあ、流域というのはですね、まあ、山の尾根の、ところで斜面で雨が降りますと、流れてですね、支線から本線に集まって海に流れる、この水が集まって川に流れる、全体が流域ということになります。まあ、学校でもですね、流域面積なランキング、というので河川の長さ、ナンバーワン信濃川、流域面積で一番大きいのは利根川というのはよくあるんですけど、そもそも流域とは何かというのが意外と考えられてないんじゃないかなと思います。はい、そこでちょっと流域、荒川流域の方をちょっと見ていただきたいと思います。はい、拳ヶ岳がですね、ありまして、そこから173キロですね、流下して、秩父、盆地を、流れまして、下流の方に向かっていくということになります。こちら秩父盆地ですね。で、より熊谷の方を流れて、東京23区の間で東京湾の方に向かっていくということで、まあ、埼玉県のですね、南部と東京都の北部のところ、23区のところを流れていく河川でございます。
で、この下流部約30キロを荒川下流河川事務所の方で管理しております。で、流域人口はですね、人口減少社会と言われてますけども、現在でも増えておりまして、1000万を超えるというところが最新の状況でございます。で、もう荒川のですね、下流はですね、ちょうど私どもいる荒川下流河川事務所があるところで、荒川に岩淵水門というのがございます。岩淵水門のところで隅田川と荒川分派します。で、ここがですね、すいません、はい、多くの方、ですね、ご存知かもしれませんけども、人工放水路です。明治43年に大洪水がありまして、人工のですね、河川を掘りました。これがないときは隅田川自体が荒川の下流の河川だったということです。で、これがですね、1924年に岩淵水門の方から水を流して、荒川の水がですね、放水路を流れて東京湾まで流れ込んだということでございまして、あと3年で通水100周年という、人工の、河川でございます。で、この荒川放水路ができる前の、東京の、状態と、だんだん放水路ができると、洪水のリスクも下がったというところとか、湿地帯とかそういうところもなくなりまして、東京の特に東部の方の、発展というのが進んでいく、現状としてはさらに広がっているということになります。で、加藤先生からも話ありましたけども、やっぱりその 4.5 メートル、記録があるのは 4.5 メートルということですけども、地盤がですね、沈下することで0メートル地帯というのが荒川の下流域全体で発生しております。はい、その結果としてですね、堤防の、一番てっぺんから地面まで約10メートルという高さのところも発生しているということです。で、この結果、洪水、水災害のリスクがどうなっているかということを示します。河川事務所では、ハザードマップの元図になる、浸水想定区域図というのを出しておりまして、想定される最大規模、大体1000年に1回というぐらいのイメージですが、浸水する深さと、浸水する時間というところを出しておりまして、深いところ足立区のところですね、隅田川と荒川に挟まれた部分のところとかですね、深くなっておりますし、もう右の図でいうと2週間以上浸水する場所が非常に多くあるというのが分かるかと思います。で、これをですね、なかなかこのマップだと分かりづらいところがありますので、先日3次元の、洪水ハザードマップというのを作りまして、この、3次元のですね、図の中でどれぐらい、浸かるのかということが分かるようになっております。現在 QR コードは画面の方でも出しておりますけども、荒川下流の河川事務所のホームページの方で出しておりますので、機会があれば見ていただければと思いますので、どうぞお使いください。正直ここまで、ですね、ちょっと、飛ばしますけども、この図を使って後ほど出てくるんで、ちょっと紹介後でしますけども、このような想定をする以前にですね、先ほど、荒川放水路のきっかけがあった明治43年の大規模な水害の後には、カスリン台風という戦後最大、と言われていた昭和22年の洪水、その後には記憶に新しい2年前の令和元年東日本台風というのが、記憶にあるということでございます。それ以外にも令和元年の台風19号と言われてた当時では神奈川台風級という言い方で気象庁も言ってましたけども、そんな大きいものとか、昭和57年にも大きい洪水が、全国的にありましたけども発生していたということでございまして、決して荒川の水害というのがありえないことではないということは2年前の経験で多くの方がご理解いただいたのかなと思います。で、当時はですね、台風の方が、見ていただく通り赤いですね、流域のところに赤い雨域が、どれぐらいかかるかっていうのを見ていただきますけども、連続的にですね、荒川の上流の方に強い雨域が当たりまして、非常に危険な状況だったということです。
で結果としてですね、流域平均3日雨量、岩淵の上流側の流域の中でどれぐらい降ったかというので言いますと、戦後最大のカスリン台風よりも、多い雨ということでした。ただですね、これまでの治水対策もありまして、まあ降り方の違いもありますけれども、岩淵、北区の岩淵では水位がカスリン台風の 8.6 から 1.5 メートルぐらい低い 7.17 で収まったということでございます。で、あの2年前に荒川の流域で何が起こったかということを、4点ご説明いたします。荒川の上流のダム群、あとは荒川の支線、大きい一番大きい支線の入間川流域、あと荒川第一調節池、岩淵水門のをご紹介します。こちら、3次元の、 あの館内図使いながらちょっとご紹介しますけども、まあ、先ほど紹介した通り流域ですねの中では約2940メートルというところから拳ヶ岳、を、起点にありますが、上流にダムが裏山ダム、竹沢ダム、二瀬ダム、カッカクダムということで、このダムで洪水をためました。で結果的にはですね、下流の寄居で約80センチの水位を下げたという効果になります。ただ入間川の支線にも非常に大きく降り切りましたので、直轄の区間でも、5箇所ですね、堤防が決壊するという被害があったということでございます。で本線に、下流の方行きますと荒川第一調節池がありまして、岩淵で約40センチの水位を下げることができました。でまた岩淵水門もですね、12年ぶりに閉鎖しまして、隅田川には荒川の洪水が一切入らないということで、放水路の現在の荒川で全部洪水を流したということになります。で、まあ、効果の方はちょっと省略いたしますけども、でこの荒川の岩淵水門のところちょっとあの詳しくご説明しますけども、まあ、この、荒川の、洪水の一番ピーク頃の航空写真でございます。で岩淵水門がありまして、ここから、ここを閉めることで隅田川の方には洪水が流れないということになりまして、ズームするとこの荒川の水面と、隅田川の水面が違うということが分かるかと思います。でこの時ですね、あの多くの方がさっきの図でもありますけど、たくさん堤防の上に、来ていますけれども、実はその時が一番危なかったということです。どうしてもですね、この天気がいい状態もう大丈夫だと思いがちなんですけども、雨は上流から降りまして、その水が到達するのは時間がかかります。ですので、雨が降って特別警報が解除された後に水位が高くなって一番危なくなったということです。でこの経験がありまして、特別警報を解除する際にはこれから、洪水、あの河川の水位は上がりますよということも合わせて発表するように、見直されています。はい。でその結果ですね、ちょっと断面図のイメージですけども、荒川では 7.17 メートルだったときに、隅田川では 1.62 ということで約5メートルの差が出てたと。この水面は隅田川高潮堤防なんですけども、その上より高くなっていたので、まあ、もし岩淵水門がちゃんと閉まってなかったら、隅田川の堤防を越えて、都内の方に流れ込んでいたぐらいの水位だったということが分かるかと思います。でこれまでの、治水、この台風19号までにも、しっかりやってきた、治水対策の方をご紹介の方しますけども、まあ、現在進んでいる、洪水対策として、あの説明させていただきますが、まずあの川の断面を広くするために可動掘削ですね、川の中を掘って断面を広くするとか、あと、京成本線のところが、昔の鉄道ですのでちょっと低いので、このかさ上げ、鉄道を切り替えて堤防を高くするというところを現在進めております。また下流域ではあの高潮、台風が来ますと、川の水位だけじゃなく、高潮で水位が上がりますので、そういう時にもしっかり、堤防が安全な状態にする対策、また今日の、あのメインになりますけれども、骨格堤防ということで堤防の背後を、かさ上げすることで、町づくりと一体にする骨格堤防の方が進められているところです。でこの高脚堤防をちょっとあの、丁寧に説明させていただきます。
まあ、普通の堤防はですね、川、ですね、水が流れている水路と、まあ、住宅の間に、まあ、台形の堤防があって、洪水から、住宅地を守るというものですけども、まあ、ここのところ、堤防の住宅地側をですね、盛ることで、住宅地、市街地側自体を、高台にするという、取り組みになっています。でこの結果として、普通の堤防だと、洪水が万が一堤防の上を乗り越えて壊れてしまうとか、長時間ですね、洪水が流れると土の堤防が弱くなってしまって、まあ、染み込んだ水で堤防が壊れたりしたりとか、あともですね、ゼロメートル地帯、地盤の方悪いというところもありますので崩れてしまう可能性もあるということを、この3つをですね、対策する対策として高規格堤防というものがございます。現在荒川下流では高規格堤防の方4箇所、実施中ということになりまして、これまで14箇所実施しているところでございます。事例をご紹介しますが、新田地区、足立区になりますが、荒川と隅田川に挟まれた、部分で、三角地の、ところがございますけども、こちらですね、昔は、トアスチールさんとかですね、SO石油さんとか工場地帯でした。こちらの方をですね、市街地、の方の再開発と合わせて、高台にしたということになります。隅田川の方でもスーパー堤防の方を進めている、あと、荒川の方でも高規格堤防というところを進めている、これを一体で全体を高くするという、高規格堤防になります。まあ、現在ではですね、この地区ですね、ハートアイランドというニックネームもありますけども、非常に良好な、高層住宅地になっておりますけども、はい、これ先ほど紹介した3次元の洪水ハザードマップを見ると一目瞭然ですが、このマンションが建っているところは地盤が高くなっているので浸水しない、それ以外のところでは、屋根まで浸かってしまう水害リスクがあるということが、この図でよくわかるかと思います。で2年前の台風19号の時もですね、水面が、見えておりますけども、まあ、水面より高規格堤防の地盤は高いところにあるというところもわかるかと思います。また江戸川区の小松川地区でも高規格堤防を、実施しております。都立の小松川公園、があるのでそちらの方の、方が、わかるかと思いますけども、こちらは工場ではなく、木造密集地帯でした。こちらの方をですね、高台、にして高規格堤防の上に町を、作るということで、まあ、火事にも、強いというところ、また堤防、で、高くなっておらず堤防の上の、住宅地からも川が見えるということで非常に景観もいい、町づくりができている場所です。なので普段でも公園として良好な場所ですし、あと災害時には20万人の避難場所としても有効に働くという場所になります。で今日の本題の流域治水についてご説明いたします。加藤先生からもお話ありましたけども、水防災意識社会の再構築ということで、昔は、洪水に対して皆さん意識があったんですけど、そこのところを、再構築するということを進めておりました。これをさらにですね、行動まで、アクションまでするというところで、あらゆる、関係者がみんなで一緒に取り組む流域治水というのを、始めています。で、これはどういうことかということですけども、まあ、この気候変動とかですね、洪水がどれぐらい大きい規模になるかもう不確定な時代になってきておりますので、まあ、河川、管理者である私どももしっかり頑張りますけども、それ以外で、上流側の方でしっかり雨を貯める工夫とかですね、するというところもやりますし、あと、住まい方とかですね、そういうところも見直していく、被害を減少させる対策、また被害の軽減早期復旧ということでリスクを充実させたり、まあ、していくというところもやっていくということで、あらゆるみんなで、取り組む治水というのが始まっています。
ちょっと細かいので ご説明しませんけども、流域治水、流域の中で、各関係者がどんな取り組みしているかというのをワンマップにしたということ で、こういうワンマップになったのも実は初めてになります。で、国土交通省の管理している、河川としても、私どもの下流だけじゃなくて、荒川上流河川事務所の対策とか含めて、ワンマップにしているというところとかですね。まあ、東京都も、隅田川、新河岸川の支線とか神田川とかそちらの方もありますけども、一連の対策の方が、まあ、あの河川の対策以外のところもワンマップにしているということです。で、荒川の下流域ではですね、まあ、SDGs、皆さんも最近お聞きかもしれませんけど、それを絡めて流域治水の方を始めております。で、河川法に基づいて私どもも対策しておりますけれども、河川法は洪水対策の治水だけじゃなく、利水環境というところを総合的に管理しているということになります。で、SDGs の大事なところは環境だけではなく、経済も社会も環境という複雑な課題を不可分なものとして、対策するというのが、特徴になっております。これを活用してですね、まあ、誰一人取り残さない防災減災とかですね、あらゆる関係者のマルチステークホルダーパートナーシップというところを、現在進めております。で、 SDGs というと洪水対策関係あるのと思われるかもしれませんけども、例えば貧困をなくそうゴール1といって、貧困というとちょっとイメージがないかもしれませんけども、ターゲット見ますと脆弱な状況にある人々の強靭性を構築ということで、気候変動、極端な気象現象のショック、災害に暴露や脆弱性を軽減するというところがあるのがお分かりになるかと思います。まあ、このゼロメートル地帯というのはまさにですね、脆弱な状況ですので、この強靭性を確保するというところを、みんなでやっていくということがとても大事ですし、持続可能な街づくりというところも後ほど紹介する高台街づくりということで実現したいと。またパリ協定で目標になっている2度上昇に抑えたとしても、雨が 1.1 倍、流量、洪水の流量がですね 1.2 倍になったり、洪水に発生頻度が2倍になるということになりますので、しっかり、皆さんと一緒に取り組まなきゃいけないと考えております。で、これをですね一緒にやるということで、まあ、治水対策も加速してしっかり私どももやりますけども、まあ、リスクの低いエリアの住まい方とか高台町づくりというのも進めたいと思います。あと、ご自宅で何ができるかということを考えていただくのもとても大事でして、まあ、お庭があればそこで雨をためるとかもできますし、特に一人一人でできるので思いつくのは、まあ、雨が降って、どこに行くかというと下水道の、管に入って河川に流れ込みますね。で、大雨の時に、まあ、お風呂の水を一気に流したりとか、トイレの水を流したりすると、まあ、それが洪水の流れの一つになってしまうということなので、まあ、雨の情報、レーダーとかでも出てますけども、一人一人ちょっとタイミングをずらすだけでも、それが実は流域治水だったりします。で、あとはハザードマップをしっかり見て、マイタイムライン、何をするか家族で一緒に考えるというのがとても大事だと思います。で、そんな中ですね、東京の下流域で始まっているのが高台まちづくりです。先ほど葛飾区の生の部長も、東大の加藤先生もお話していたところの、葛飾区だけではなく、関係するゼロメートル地帯含めですね、下流域の7区が取り組むということで実施しております。で、この高台の考え方としましては、ご紹介した高架堤防だけではなくて、先ほどの葛飾区の高台公園のようなものとか、あと建物群ですね、建物自体でも避難できる場所を確保していくというところで、浸水域があっても、浸水しない場所を、少しずつ作っていく。まあ、東日本大震災の例をしますと、命山という言葉がありましたけれども、そういう命山になるような場所を少しずつみんなで作っていく、そんなのが高台まちづくりだと思います。で、先日、まあ、都市計画学会誌にちょっと書きましたけども、まあ、この地震とか洪水とかいうのは平常時の延長上にあるということになります。これをですね、まあ、都市と河川、
を一体に考えていくというのがとても大事だということで、まあ、これを、まあ、人と水の密度でちょっと考えたものをちょっと紹介したいと思います。ジョージアはですね、都市、人の密度が極めて高いところの中で、まあ、河川敷は非常にいいオープンスペースで、まあ、コロナ禍でもありますので、まあ、密にならない場所としていい場所になっていくと。で最近では河川敷で、キッチンカーとかですね、あの地域の合意があれば商売もできるようになってきてますので、そういうところで、川町づくりということを展開するというのを進めております。で地震があったとき、まあ、火災というのが非常に危ないというところで、町づくりの中でも進めてきておりますけれども、まあ、そういうときは、その大きな火災になったときに避難するために公園に逃げたり、あと河川敷に逃げたりするというところで、その災害リスクから避けるということになっているということでございます。で、まあ、最近ではですね、この河川の中は、地震が起きると津波というところもありますので、そういうところも、考えながら避難場所をどう作るかというところも重要になってきています。で、あと洪水時ですね。最近分散避難という言葉が出てきております。あの250万人の広域避難というのはなかなか難しいということがありますので、水平に逃げる、あと浸水しない高さに逃げる垂直避難、さまざまな避難を組み合わせる分散避難ということが大事だと。で、この垂直避難ができる場所を確保しっかりするのが高台まちづくりだということになります。今年のですね、5月からあの避難指示に統一、避難勧告が廃止ですというニュースはお聞きになったかと思いますけれども、実はこのルールの裏側のチラシのですね、裏側が結構大事なことが書いてありまして、紹介します。避難って何をすればいいのってあります。私たちあの避難っていうとですね、ついあの小学校とかに逃げるという、もう避難イコール小学校中学校へみたいなイメージがあるんですけども、ここに書いてある通り、小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません、まあ、言葉の通りですね、難を避けることですということで紹介されています。まあ、今まであの一般的だった行政が指定した避難場所への立ち退き避難だけじゃなくてですね、安全な親戚、知人宅、またホテルですね、ホテルの方にも避難するというところも避難です。また、リスクがない場所であれば自宅にいること自体も避難だということになっています。まあ、足立区の区法の紹介ですけども、そこのところを、まあ、コロナ禍特にですね、避難所を密にできないので、さまざまな避難のあり方を作っていけなきゃいけないということで、分散避難してくださいという言い方をしておりますが、まあ、在宅でしっかり避難できるようにする、まあ、そのためにはあの食料とかローリングストックとかですね、普段食べ慣れたものをしっかり備蓄するとか、水もちゃんと用意するとか、まあ、トイレ使えなくなったらちゃんと、そういう時にも対処できるように準備しておくとかですね、あと、まあ、援護避難ですね、自宅と知り合いとか親戚とか、あとホテルとかに逃げるとか、あと、まあ、本当に、やはり手助けが必要な方は避難所に行って行政の手助けをいただくということがあるのかなと思います。で、まあ、最後になりますけれども、まちづくり、というのの多様性というのがとても大事だということで、まあ、今回のテーマでもあります複合災害、洪水だけじゃなくてですね、まあ、高潮も発生します。で地震も発生するかもしれない、いろんな災害がある、ところでも強いまちにしなければいけませんし、まあ、非常時というのは平常時の延長でもありますので、普段使い慣れた場所だからこそ非常時でもしっかり避難できるということの延長の中での豊かな空間というのも大事だと思います。またですね、繰り返しになりますけども、難を避ける分散避難ですねの方をですね、しっかり作るということで、まあ、家でとどまって避難ができることが一番楽な避難でありますので、そういうことができる高台まちづくりをしっかりやっていくと
いうことが大事だと思います。で最後ですが、自然災害にですね、強く持続可能な、豊かな高台まちづくりというところを、この絵にあるとおりですね、平常時、浸水時のところでも、機能する、魅力的な空間というところを、これからもですね、下流域では進め、皆さんと一緒に作っていくことが大事かなと思っております。私から発表以上でございます。ご清聴ありがとうございました。早川所長ありがとうございました。新しい、治水事業の取り組み、まちづくりと一体となった、流域治水等につきまして、早川所長よりご報告いただきました。ありがとうございました。続きまして、水害に備える流域治水からの流域治水から、複合災害に備える流域防災への展開と題しまして、東京都立大学名誉教授、中林一樹先生よりご報告をお願いいたします。中林先生お願いいたします。はい、中林です。それじゃあ、画面共有で始めさせていただこうと思います。ちょっと予定の時間をだいぶ押してしまっているので、むしろこの後あまり時間取れないかもしれませんが、全体討論をするための、主題の解説、今3人の皆さんから報告いただいたことを少し私なりにまとめてですね、お話をさせていただこうかなと思います。まさにもう今アラブル21世紀でして、地震あり、水害あり、大風あり、さらにそこにコロナ蔓延ありというような状況です。一方我々の社会というのはもう超高齢化でございます。3人に1人近くが高齢者という状況の中で、どうやって、災害に、対応していくのか。今ちょっと国際化の状況は変わっていますけれども、コロナで、ポストコロナ終わればまたいろんな外国人が入ってこられてですね、困窮社会になるだろうと。で特に高齢化というのがですね、今やもうコミュニティを崩壊するところまで日本では来ているんじゃないか。中山間地域ではもうコミュニティの担い手が高齢化で引退すると、もうできないと、担えないということでコミュニティが崩壊してしまうという事態も起こってきていますし、大都市でもそれは山の話ではない、そんな時代に向かっているような気がします。そういう中で、21世紀に入ってから本当に毎年のように大きな地震があり、あるいは風水害がありました。でこの細かい表で恐縮ですが、真ん中の死者、行方不明者、そこに括弧で関連死っていうのを載せておきました。災害に、避難をして、あるいは家が無事だったから難を逃れた、ところが、断水して生活ができなくて避難所へ行く、あるいは家が使えなくて避難所へ行く、その避難所で亡くなった方たちが阪神大震災で多数発生して、それがきっかけになって災害関連死ということが認定されるようになりました。今や災害関連死のない災害はないというような状況ですし、熊本地震、あるいはその前、中越地震、これでは直接死よりも関連死の方が多くなっているという状況です。今早川所長からですね、避難とは難を逃れることであると、難を逃れても次の難が待っているっていうのがひょっとしたら今の時代かもしれません。でこれらに含めてどういうふうに災害に対応していくのか、そういう意味ではですね、自宅で生活をし続けることができるっていうのが何よりで、まず自宅で死なないように直接死を免れるということと、災害関連死も自宅が使えることによっていつもの生活を維持することで、関連死を免れることもできるかもしれない。でそれが地震災害でとか水害でということではなく、いずれの災害に対してもそういう状況を作り出さないといけない。ところが今状況は逆でして、いくつかの災害がかぶさって発生してしまうと、一つの災害から復旧復興する間もなく次の災害が発生してきていると
という状況の中に我々は置かれているのかなと思います。同じ被災地で一つの災害が発生して復旧復興がまだ終わらないうちに次の災害がまた発生する、これを同時被災型複合災害と言っています。まあ、土木学会は十条災害なんていう言葉を作られたようですけど、もう一つは大きな自治体で2つの災害が同時に発生して自治体職員はあっちの災害もこっちの被災地にも対応する、人手が足らない、緊急物資も足らないというような事態、これ国の内閣府の防災はいつもこれやってるんですね。今もう日本中複数の災害が同時発生してますので、国としては常に同時対応型の複合災害になっているっていうのが今の状況です。で、同時被災でなんで被害が増えるか、被害から回復する前に次の災害が起きて、単独だと丸2の被害で済むものが重なることによって直接対応しなきゃいけない被害も増え、かつ間接被害がさらに増えてしまうというようなイメージですね。はい。同時対応っていうのは同じような図ですが、これは対応する例えば人で、普通だとこれでそれぞれ対応できてたはずなのに、重なることによって人手が足らなくなり、対応も遅れて間接被害がまた増えると。こんなような状況です。で、そんなのどこで起きてるのっていう話ですが、例えば熊本災害、震度7が2回ありました。地震学者は14日が前震、16日が本震って後から言いましたけど、最初にそんなこと誰も分かってないんですね。むしろ私は50人直接亡くなったっていうのは2つの災害の複合化だと。で、かつその後自宅での生活ができなくなる、まあ極めて余震が多かったっていうこともあるんですが、4.5 倍もの人が関連死しているという状況にあります。その中には実は地震の後に地震で揺れた裏山に大雨が降ってですね、土砂災害が発生してそれに巻き込まれて亡くなった5名も含まれています。中越地震も同じように複合災害でした。地震の直前に兵庫県で大水害を起こした台風23号が日本海へ出て中越通って福島へ抜けていく、その大雨の降った水含みの山に2日後に震度7が発生したっていうのが中越です。山海崩落が多発して道路がなくなり山古志村は全村避難をする、そしてその2ヶ月後から大雪が降ってですね、避難所であるいは、仮設住宅でたくさんの方が命を落とすことになってしまったということでした。これらの事態が今後30年以内70年で南海トラフ地震が起きるだろうと、で地震が先に起きたらこんな被害状況が大阪名古屋を含めて発生する、そこに例えば伊勢湾台風、名古屋大変、あるいは室戸台風、大阪大変、これは地震で一部損壊だった家もですね、台風の強い風で押し倒されてしまうかもしれませんし、屋根がずれているところに大雨が降って一部損壊も水の中水浸し、もう全壊相当の被災をしてしまうというような状況が起こりうる。東京でも首都直下地震の後、例えば神奈川台風、この間の19号台風がよく似たルートですけれども、こういう状況を通ることによって、あの時は起きませんでしたが、東京湾に高潮が発生する、高波が発生するというようなことも起こりうると。荒川に水が逆流してですね、荒川の水位が下流側からも海からも高まっていけば、本当にどこで水が水害が発生するかわからないと、しかも地震被災地にそうした事態が起きてくるということになります。で、そういう状況を含めると、まあ、複合災害にどう備えるかということが課題です。
で、こうした水害に対してですね、まあ、水害単独と私は見るんですけれども、まあ、流域治水っていう話がありました。実は私、鶴見川流域の治水問題ということにもうずっと当初ではなくて2年目からずっと関わってきました。流域というのはご存知のように一つの川に水が集まってくるエリア全体を流域っていうんですね。ですから山の稜線で囲まれた盆地上の内側、川のある方が流域ということになります。上流から下流まで含めてリスク分散で治水しましょうということでした。私は2002年から関わってきたんですけれども、実はもう20年来鶴見川では流域でどう災害を防ぐかというようなことをやってきました。で、そこでは水問題だけではなくて、丸三というところに、震災とか火災時にどういうふうに対応するかということを水問題として考えていこうと。で、ここで実はですね、流域治水が出てくるまでは水問題だったんですね。水マスタープランだったんですね。ですから水をいろんな災害に使うという発想に立っていたということです。鶴見川っていうのは荒川のような大きな川ではないんですが、水源地は東京都町田市で、下流に横浜と川崎があると、そういう県をまたぐ一級河川で、あります。で、この、 茶色い色が塗られているところが堆積平野といいましょうか、ここでは耐水化促進するエリアというふうに書いていますが、水害の発生する想定がされる地域です。これは最近の鶴見川の洪水ハザードマップですが、まさにこの耐水化促進地域というところが水害想定区域です。で、左上にですね、小さくちょっと載せておいたのが、普通だと川沿いに発生するんですけれども、鶴見川ではですね、川が果てして大き勢いよく水が流れ込んだ時に家が壊されてしまうということでですね、家屋倒壊等氾濫区域っていうのはこういうふうに設定されています。かつこの鶴見川のような河川でも1週間以上水がつくようなところが発生しうるというようなことになっています。で、これを上流から下流までですね、リスク分散、それからそれぞれの役割を果たしながら、上流ではなるべく水を貯めて下流へ流さないという重要な役割で、まあ、田んぼダムですとか森林ダムですとか、まあ、そういう自然を守っていこうということから河川の改修整備まで、あるいは一人一人の水を出さない取り組みまで、まあ、いろんな取り組みがあるんですけれども、私ちょっと誤解があるかもしれませんが、その先ほどの河川法その他の、治水法その他関、なんだ流域治水関連法ということで改正されて、鶴見川、まあ、改めて流域治水ということで、まあ、プロジェクトをまとめたんですが、こうやってまとめられると川の治水しかプロジェクトで上がってこないということでですね、まあ、鶴見川流域に関わってきたものとしては、川だけじゃないはずなのになんで川だけプロジェクトになっちゃうんだっていう思いがですね、強くあります。で、実はその中積地、いわゆる耐水化促進地区と我々が位置づけたその中積地域はですね、柔らかい地盤ですから当然揺れやすい地盤です。これ横浜では最大震度を想定している元禄地震、一部震度7が想定されていて、鶴見川の流域のところに震度6強が発生する。これは東京湾北部地震でも6強あるいは6弱の地域で、横浜の中では一番地震で揺れやすい、地域ということになっています。さらに中積平野ですから、泥と砂でできた地盤ですので、液状化の発生の可能性もほぼ全域あるんですよというような地盤の中にあるということです。で、水マスタープランの時には実は、
そこまで十分に、複合的な災害を考えていなかったこともあってですね、私も、少し、この点線で囲んである減災まちづくりエリアというのを木造密集した火災の危険性の高いところで選びましたけれども、実はこれを見るとですね、すいません、この河北倒壊等氾濫区域っていうのは川の堤防の両側に必ず出るんですね。荒川ですと堤防に沿ってずっとあるんですね。まさにそこをどういうふうに対応していくかっていうのが先ほどの高規格堤防であり高台の町づくりにつながっていく。それを川だけではなくどういうふうに対応していくかということをこれからもっともっといろんな関わりの中で自分ごとといいましょうか、検討していかないといけないことがあるかなと思っています。まあ、地震と風水害が最も自然災害としては同時被災型複合災害になる可能性があると思いますけれども、まあ、今日はお話ししませんが、新型まん延コロナまん延下にあってですね、今災害が発生すると避難問題含めて新型コロナ対応プラス災害対応っていう、まあ、これも一種の複合災害の状況に今我々は置かれているということです。私なりにですね、この同時被災型複合災害で対策と地震対策をどういうふうに対応していったらいいのかということを少し整理してみました。まあ、この後少し議論をしていけるといいなということですが、短期的と中期的なまあ対策、短期的にはどうしても避難でまず命を守るということを確保するということになりますし、中長期的にはまちづくり、地域づくり、国づくりをどうしていくかというハードを含めた対応になるかと思います。水害対策ではやはり流域単位で考える避難、自治体だけで、葛飾ですとか墨田区というのは荒川が果てして自分側に水が来るとほぼ全域とかほぼ半分以上がですね水没してしまう。どうしても域外に広域避難というようなことも含めて考えざるを得なくなるという事情からですね、それを地域間で支えるような、あるいはコミュニティで地域の中で支えるような、そんな取り組みも必要だろうと。同じようにそのエリアで地震対策を考えれば、都市とか住宅地域町ではですね、震災対策として家づくり、家具の固定、その他あります。家具の固定っていうのは実は浸水にもすごく大事な取り組みなんですね。床上浸水になるとタンスはどうなるかというと、霧のいいタンスほど気密性があって浮いちゃうんですね。浮いてあっという間に横倒しになって、それが水に流されて家の中も戸が開けられない状況も作ってしまうということで、家具の固定は本当に水対策としても大事なんです。一人一人がですね、複合災害に対応するには、複眼的な防災対応ということを考える必要がある。水問題を考えるときに常に、じゃあ地震が起きたらどうなるのっていうことを考える。地震対策を考えるときに常に、水害が起きたらここはどうなるのということを考える。そういう地域が、日本の川の両側にたくさんあって、主要な大都市というのは全てそこにあると、そういう場所にあるんだということになるかと思います。で、短期的には避難の問題をはじめとして命を守る問題、中長期的には、立地、適正化も含めてですね、どういう町づくり地域づくりをしていくかという課題が出てくるだろうと。地震対策でも同じように揺れやすい地盤のところからどのようにして耐震性を上げるか、建物だけではなく地盤も含めた、耐震対策ということも考えていかないといけない。先ほど、高規格堤防で、地盤改良も含めてということでしたが、もうまさにそれをしっかりとやりながらですね、まちづくりをしていかないといけないだろうということです。
ですから短期もそうですが、長中期的なまちづくりでも水害対策を考えるときに地震対策を必ず複眼的に考え防災整備をするという、もし被災した後に復興という事態になれば、水害被災からの復興でも必ず次は地震があるかもしれないと、地震対策の整備ということを複眼的に考えた復興計画にしていかなきゃいけないでしょうし、地震の後もその場所に災害リスク、水害リスクがあれば水害対応を含めた復興対策を検討していかないといけない、そういう状況にあるんだろうと思います。で、改めてそういうことを今日この後皆さんと確認をしたいなと思ってるんですが、これも私関わっていたんですけれども、東京都は震災復興を阪神大震災の後事前に準備しとかないと阪神の4倍5倍の被害から復興なんかできないよと、急いですぐにはということで事前復興の取り組み、この中にですね、実はゼロメートル地帯は右上にあるもっと安全な地盤に構築していく必要があるということでですね、安全な地盤構築、災害で発生した瓦礫を使ってスーパー堤防と当時言ってましたが、いわゆる高規格堤防等で、それを区画整理も交えて、市街地改善することで水害にも強く、地盤も改善した、市街地に再生しようということが実はもう2001年に書き込まれているんですね。でもなんかすっかりみんなに忘れられてると思うんですが、こんな絵もその震災復興グランドデザインにはついていまして、左上の図が、そういうイメージで作ったものです。で、もし火災で燃えてしまって、全体まちづくりどうするかという時にはぜひそれは盛り土で盛り上げてですね、かつ地盤改良しながら、場合によるとコンクリート廃棄物含めてですね、そうした災害の廃棄物も資源として活用しながら、地震に強い地盤作りをし、そして水害にも強くしようと、そんなことをこれから本当に、取り組まなきゃいけないし、かつ最近の状況は、流域治水と同時にですね、流域でも震災対策を考える、つまり流域っていうのは私は一つの防災整備をしていく、まちづくり地域づくりをする単位だというふうに考えてるんですね。だいたい今でも日常生活圏っていうのは流域なんですよね。仕事だとトンネル抜けて隣町へ行くんですけど、買い物だと実はあんまり行かないと地方行ってもですね、そういう意味では流域を防災単位として治水もやるし、水対策もやるし、地震対策も流域で考えようと、そういう 体制にこう展開しなきゃいけない。流域治水とあまりにも言い過ぎると震災のこと今度は逆に忘れちゃうんじゃないかと、10年後に、震災社会の再構築なんてことには絶対ならないようにですね、そういう意味では私は流域防災、水も考えます、地震対策も考えます、そういう、展開にしていくべきだと。で、日本の国ってのはどこ、日本の国だけじゃありませんが、全ての国には流域が合成して国土を作ってるんですね。で、流域単位で防災を考えることで水問題にも震災問題にも、そしてそれらを防ぐ、水問題を防ぐそのグリーンインフラっていうのが山間地域として存在し、で、国土インフラが入る。これを流域単位で市町村それから都県、連携して、国も連携して取り組むことがすごく新しいですね、国づくり地域づくりにつながっていくんではないかなと思っているということであります。はい、ちょっと時間が押してしますので、これぐらいにさせていただきますが、この後全体討論としてちょっと3つぐらいお話をしたいなと思っているところです。一つは複合災害に備える複眼的事前防災ということを改めてですね、
それぞれの立場でお考えいただきたいなと。もう一つ、2番目の論点としては、複合災害にも備える流域防災と、流域治水と流域での震災対策を含めた流域防災というような、概念をですね、もっともっと広げていく必要があるんじゃないかと私は思っていて、その辺の課題。3つ目が、そこでもし、高台で地盤改良して、こんな町だと水にも強い、地震にも強いということであれば、それ実は水害、大水害を受けた後に復興するときの復興ビジョン、町づくり像を議論しているんじゃないか。震災の後もここは水害想定区域なんだから、水にも強い町に復興しようという復興まちづくりビジョンを議論しているんじゃないか。まさにそれは事前に復興を検討していることに他ならないという意味でですね、もっともっとそういう議論をすることがより良い復興につながっていくんじゃないかということで、事前復興と、今日そんな3つのお題でこのシンポジウムを組ませていただきました。それらを少し、話を展開していきたいなと思っております。じゃあ私の話はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。中林先生ありがとうございました。引き続きまして、今ご報告いただきました4名の皆様にお集まりいただきまして、ここからディスカッション、パネルディスカッションとして第3部を始めさせていただきたいと思います。今中林先生からご説明いただきました通り、全体討論として、複合災害時代に備える事前防災、流域防災、事前復興の展望、こういうようなタイトルで4名の皆様方とディスカッションをお願いしたいと思います。コーディネーターといたしましては中林先生に引き続いてお願いしたいと思います。早川所長様、加藤先生、あと清野様、清野部長様、皆さん、ご準備の方よろしゅうございますでしょうか。はい、じゃあ中林先生、引き続きましてよろしくお願いいたします。清野さんと加藤さん、清野さんおられるんですね。加藤先生もおられるかな。はい、いらっしゃいます。はい、わかりました。それでは、30分ほどしか時間が残っていなくなりましたけれど、10分ずつぐらいですね、少しお話をしていきたいなと思っています。複合災害に備えるためにっていうので、私はトンボの目玉のようにですね、前見ているときに、つまり前の地震を見ているときに、後ろの目で、必ず水害を考えている。水害見てるときも複眼で後ろの目で地震を考える、そういう複眼的な事前防災をすることが、複合災害に備える、複合を複眼的に捉えて防災しようと、単純にそんな話なんです。先ほど清野さん、葛飾区での取り組みで、これまで治水と震災って部局も違う、部署も違うしということでバラバラだったんだけども、少し統合していこうみたいなことで、たまたま今都市計画マスタープランの改定をしているというようなことだったと思うんですが、そんなことが一つと、私、もう一つですね、葛飾区でこれまで、検討してきてペンディングになっている課題に、建築物の高さ規制を少しやろうということで、より良い街づくりを導こうという話だったんですが、あれを思い出しましてですね、先ほどの浸水断面図を見ると、1階2階水没とか、場所によったら3階水没なんですが、その最大浸水深の水面プラスアルファ50センチとか1メートルぐらいをですね、例えばその高さ規制等で建築を誘導するときの安全確保地盤高としてですね、そこから下には機械室を置くなとか、災害時に必ず必要なものはその地盤高より上に置くようにしろとか、なんかそんなような話もあるかなと、今後の葛飾の展開としてと思っていたんですが、今後葛飾区としてはこういう複合災害対応ということで、
もう一度確認なんですけど、どんな展開が想定されていますでしょうか。あるいは個人的に清野さんが思われていることでも、もしお話できたら伺いたいなと思います。はい、ありがとうございます。今、会長からお話ありましたように、葛飾区では都市計画マスタープランの見直しを進めているという状況にあります。その中で、新たに策定した、浸水対応型市街地構想の考え方をやはりしっかり区民とイメージを共有して書き込んでいくということがまず第一に重要かなというふうに思っています。実際に区民に市街地の高台化みたいな話をしますと、実はどもりイコール、土砂災害、伊豆山のような災害を思い浮かべてしまうという方も実はいるということが、最近話をしていて分かりました。ただ当然ですけども、市街地の高台化を進めるっていうことは、液状化対策を含めた、地盤の強化を進めていくことなんだっていうことをきちっと、伝えていくこと、地震対策にも水害対策にもつながるんだよっていうこと、そういうイメージをやはりきちっと打ち出していくってことが、重要なのかなと思っています。また現在区では地震対策ってことで木造密集市街地の改善にも取り組んでるんですけれども、こういう中でも大規模水害とは少しレベルは異なるのかもしれないんですが、内水対策としての例えばですが止水板の設置みたいなことを組み合わせて進めるみたいなことで、多分区全体の水害リスクの軽減につなげるような方策っていろいろあると思いますので、そういうことを少し、方向性を示していければというふうに考えています。それともう一つ中林先生からあった高さの規制については、実は葛飾区は取り組んでいたんですが、葛飾区の思いとしては、例えばですが防災対策なんかにも資するようなマンションについてはぜひとも今後も誘導していきたいという思いで高さ規制みたいなことを使ったんですが、なかなかその思いが伝わらないで開発抑制になるんじゃないかということで実は一回断念しているというところがあります。そういう意味の中では、今区としてはどちらかというと、そういう都市計画的なものじゃなくて、まずはということで先ほどご紹介した補助制度みたいなのを作って、誘導していくってことをまず一義的にやろうということを考えているんですが、今先生の方からいただいたアイディアみたいなところも、安全な、そういう地盤高を示していくみたいなところ、そしてそれ以上にしていくみたいなところを何か都市計画的にうまく支援できるみたいな話があるんであれば、そんな方策についても引き続き意見交換をできればというふうに考えているところでございます。はい、簡単ですけど私から以上です。 ありがとうございます。都市マスの後半には地区別まちづくり構想を書きますよね。はい、20年以内ということで書くんですが、今回は多分そこに浸水対応型市街地づくりというようなイメージが出てきて、これは実はもうまさに事前復興のこう方針書いてるような話なんですよね。だからそういうあたりをうまくですね、展開しながら皆さんに理解していっていただけるように進められるといいなと改めて思いました。はい、ありがとうございます。加藤先生にはちょっと一緒に震災対策等々もずっと検討させていただいて来る機会が多かったのであれなんですが、先ほど早川課長所長の方からですね、稼働掘削ということで降水時期、氾濫源といっているところをこう掘削するって、荒川でも実際今少し葛飾のあたりで進むんですね、これからね。ところがそこは例の加藤先生も関わりの深い地震火災時の広域避難場所指定が一部あったりしてですね、それを今やっぱりそれは外さなきゃいけないだろうと、じゃあその人たち の避難場所どうしようかっていう話が今現実の直近の課題になってるんですけども、短期的にはちょっとどうしようもなくて遠距離避難をお願いするしかないかなと思うんですが、長期的にはやっぱり地震にも水害にも同じ避難場所で住むような町にしたいなっていう思いはあるんですが、加藤先生、どうですか。どうしましょうかって今問われましたけど、
まあ、超短期的にはあの早川さん、政の部長どうしましょうかってこうお返ししたいところなんですけれども、あの多分まあ現段階ではまああの調整して、ある意味こう最適な痛み分けの解を導くっていうことしかないかなというふうに思ってるんですけど、中期的にはやっぱこう複眼的にこう対策や計画をなんかこう策定していける仕組みっていうのをなんか作っていく必要があるのかなという気がしています。で、まあ、一粒で二度おいしいみたいにこう両方こう対応できるものについてはまあ、特段問題ないんですが、まあ、それでも、やっぱり工夫が必要かなと思ってて、例えばそのこう水害対策を考えたときにほんの少しの工夫を加えればこう震災対策にも役立つとかですね、はい、震災対策を考えたときにほんの少しの工夫とほんの少しのお金を足せばなんか水害対策にも役立つっていうもの山ほどあるような気がするんですよね。ですからこうそういう縦割りでは考えるんだけどこう工夫をこう加える場とかプロセスっていうのをやっぱこう対策検討のこうプロセスの中にきちんとこう埋め込んでいくっていうことが必要だと思うんです。で一方こう相反する場合についてもこれ知らず知らず相手方にとってマイナスになるような対策をやっちゃう場合もあるので、まあ、少なくともそのこう矛盾する可能性があるっていうことを認識してきちんと調整する痛み分けを調整するプロセスっていうのがまあ不可欠かなと。で今は多分そのあたりが弱いんですよね。だからそこをやっぱりきちんと作っていく必要があってでそれを考える単位ってやっぱりこうそのなんていうかこう場所が重要なのでやっぱこう区とか、まあ、基礎自治体かあるいはこう地域社会レベルでのこうやっぱすり合わせっていうのが、まあ、必須かなというふうにこう思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。今基礎自治体と基礎自治体というのは区市町村で清野さんということですけど、はい、まあ一番区民国民に近い場所にいるんですよね。でまあ葛飾区のこの取り組みってのはすごい先進的に取り組まれてるなと思うんですけど、葛飾区の中ではこの、浸水対応型と震災対策との連携調整とか今のその一緒に取り組む仕組みというようなことっていうのは何か工夫されてるんですか？まあ、葛飾区の場合は、実は土木建築水と緑みたいな昔3部体制で進めてたものを現在では実は都市整備部っていう全部同じ所管で取り組んでるっていうことがあるもんですから、まあ、そういう意味では、密集対策を進めてるようなところにも水害対策の新しい考えをアプローチしていくみたいなこととかそういう事業間連携っていうのは多分比較的スムーズにいくんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。またただ避難対策みたいな話をすると実は危機管理部門と都市整備部門って分かれてしまってるんで、少し課題があります。ただ現状ではなるべくソフト対策を進めるにもハード対策を知っている方が望ましいですし、うん、逆のハード対策を進めるにもやはりソフト対策を知って進めるっていうのが重要なんで今なるべく、まあ、技術職員とかそういうところをきちっと危機管理部門にも配置していくっていう取り組みを進めているんで、まあ、少しずつちょっと工夫しながら、まあ、連携取りやすくやるっていう仕方を今進めているというところでございます。なるほど、わかりました。はい、瀬野さん両方の部長やってるからやってたから、はい、防災もやってましたよね。はい、防災は課長でしたけど、はいはいはい、でもトップの近いところにいられた、はい、まあ、そういう人材をどんどん作っていくことも大事ですね。はいはい、そうですね、はいはい、ありがとうございます。論点の2番目に移りたいと思うんですけれども、複合災害に備える流域防災の課題というようなことで先ほど流域っていうのは日本のような急峻な山そして急流があってちょっと平野があって雨もよく降るそういうところではもう全ての災害の防災の単位で流域が必要なんじゃないかなというようなことであったかと思います。で流域っていうと上流から下流までということですが
先ほど私お話した鶴見川ってちっちゃいので割とそのイメージが取りやすいんですが、荒川とかの大きさになっちゃうと、まあ、県もまたぐんですが、ほとんど半分以上県が2つずつあるというようなですね、そういう中で、なかなかあの連携取るということも難しいかと思うんですけど、それらの連携を一つ取るあの大きな鍵としては、国からのそういう補助金というんでしょうか、事業を進める上での一緒にやることのメリットっていうようなことをもっともっとこう展開していけるといいのかなと。まあ、国の体制というのは補助金など支援のあり方を含めてですね、最もあの自治体間の連携をさせていくには重要なのかなと思うんですが、国交省の中では局は違いますよね。河川と都市整備、都市って。でも割と連携つけ取られてる方なんでしょうか。私の感じだと国の省庁の中では結構連携してるかなって、災害が多いおかげかどうか分かりませんけど、その辺あのこの自然災害と地域づくり、町づくりという意味では国交省の中でのその治水それから震災の連携みたいなことについてちょっとコメントいただけますか。はい、先生ありがとうございます。あの流域治水のプロジェクトのマップ、先生からも鶴見川の方でありましたけども、あれまあどうしても流域になると川の話がいっぱい書いてあるのも事実で、線が赤い線で川の線が入っていると川のプロジェクトがいっぱい入っているように見えるんですけども、結構水を貯める、あの雨水貯留とかもう河川ではできない町の中でやることも含めてですね、たくさんあの都市の方でできることがあのマップにも入っておりまして、まさにあの鶴見川の方がですね、もう昔から総合治水という言い方でやられてきたことがようやく全国展開してきているというのがまさに流域治水ということになりまして、この流域治水やるそのメインのパートナーとしてやっぱり我々水河川をやってる身からすると都市局ですねになります。ですので流域治水が始まったということはまさに水管理国土保全局という河川をやってる、また下水道も持っている局と、あと都市局という、都市整備をやっているところの連携が非常に強くなったということが事実です。でまたあの高台町づくりの方のワーキングもその東京都さんと国土交通省さんの連携という中では、その河川の部分とですね都市の部分が非常に連携してきているというところがありますので、まあ、あのそういう意味では非常にあのパートナーとしては強い連携があるということですね。あと、まあ、あの先生に言ったあのやっぱりその山の方とかですね、山間地とかなかなか我々その都心の方に住んでいる方の想像が行き着かないところに思いを、至らせるというのはとても大事な視点だと思います。それが、まあ、あのさっきの水マスタープランの鶴見川の話でもありましたけど、やっぱ水ですね、飲み水とかも、しっかりする水源林とかですね、これはもう洪水をしっかり、中小洪水をしっかり染み込んで防いだりしますし、まあ、そこの中にあるダムですよね、普段はあの飲み水、我々あの下流域に住んでる飲み水を供給するダム、まあ、これも水源地に住まわれている皆さんのご協力があってやったということで、昔からすればまあ下流域の皆さんのお金もいただきながら整備しているという流域全体での負担の中で作ってきたというところで、まあ、あの補助金って言い方ではないですけど、あの皆さんのお金を回してですね、水源地域の活性化も含めてやってきているということなので、まあ、この流れを同流域治水の中で上流と下流の想像力、さっきあの加藤先生から東松山の事例もありましたけども、上流側で氾濫するということは下流側の方で洪水の量が減るという事実をどうあの下流の、住んでる、人々が受け止めるのか、こういう想像力をどう作りながら、何ですかね、支援のスキームを作るというのがとても大事だと思います。はい、ありがとうございます。あの都市の人がなかなか、昔みたいにじいちゃんばあちゃんも都市にいて田舎にいない人が増えちゃったので、田舎がよくわからないということで、あの
このコロナで、テレワーク、そして、日域居住というですね、地方にも住まうという話がかなり国民的にというか市民レベルで出てきてて、そういう意味で考えると、このポストコロナを一つのきっかけにして、都市と地域の新しい交流ですよね。どっちかを楽しみに行くというよりも、両方知ってる人が増えていくということが、例えば都市民が休日、その別荘がある、あるいはいつも行ってる地域の山林ボランティアっていうのは今求められてるんですよね。林業の担い手が不足しているので、そんな形で山の意味、畑の意味、田んぼの意味というのを理解していくようなこともつなげていける、可能性は今ちょっとありそうな気がするので、勝手なことを言ってますが、流域防災っていうことで、これどっちの部局って、治水っていうと、これは水国土保全局だって誰もが思っちゃうんですが、防災だから両方でやるんですっていうような、こうなんかいいネーミングをむしろ使っていただいて、縄張りをちょっと避けていただくとですね、国民的にはすごく理解がしやすくなるんじゃないかななんて思っていて、流域防水みたいな話をしたんです。今日は都道府県、東京都読んでないので、ちょっと都道府県の話はよくわからないんですが、加藤さんずっと国とも、あるいは都県とも、東京都ともお付き合いが長いと思うんですけど、都の中でも割とこの防災では水と震災というのがつながりましたか？都市整備局、建設局。まだ多分その段階ではなくて、高台まちづくりについて、単独でこう議論されてる雰囲気が強いかなっていう気がしています。で、やっぱり目指すべきは、やっぱり中林先生に言われるこう流域防災だと思うんですよね。で、先ほど東松山市の話にもあったんですけど、やっぱこう社会としてこう流域全体がこう運命共同体であるんだっていう、こう意識がベースにあって、で、周水域、上流中流下流ってもういろんなこう役割がそれぞれあるんですけど、それぞれの地域がそれぞれのこう特性に応じてやっぱり応分のこう努力をしていくんだと、というこう上位計画の中で、下流では高台町づくりをやって精一杯頑張るんだっていう多分こう流れだと思うんですね。で、今の段階だとそのこう地域社会レベル の、 こう議論が先行してるだけで、やっぱこう全体のこう議論っていうのがまだこうなされてない、なされてないのはそれはまだこう流域全体が運命共同体だっていう意識が社会全体で醸成されてないからかなっていうふうに思うんですね。ですからこう今やるべきことは、やっぱこうこの運命共同体意識をもうどうこう社会全体で作り上げていくのかっていうところかなというふうに個人的には思ってます。で、中林先生が例で出された鶴見川とか、最近僕は千葉県の一宮川っていう茂原市を含む小さい流域があるんですけど、そこでいろいろこう勉強させてもらってるんですが、ああいう小さい流域だとこう顔が見えるので、お互い顔が見える世界なので割と分かりやすいんですよね。で、ところが荒川とか大きい河川になっちゃうと全然向こうのことは知らないみたいな雰囲気になってしまうので、この顔が見えない大きな流域でどうこう意識をこう組み上げていくのかっていうのが、最大の課題だと思ってます。で、先ほど都市局とか水局の話が出ましたけど、国土計画の分野だと昔からこう流域圏プランニングってなんかずっとこう言い続けられてるんですけど、なんかあんまりこう身がない、魂が全く入ってないんだけど、こちらのこう防災の方からこう見てこの流域圏プランニングっていうのをなんかこうもう一度こう現代的にこう再定義した上で、国土計画局、他の総合政策局含めて、もう一度こう組み立てていくっていうことをする過程で、なんかいろんな可能性が見えてくるんじゃないかなという気がしています。はい、以上です。ありがとうございます。
今日の加藤先生のプレゼンで言うと自立的生活圏防災、うんうん、まさにそれは流域防災圏っていう設定をすると、うん、そうなんだよね。あ、ちょっとニュアンス違うんですけど、こっち地域社会レベルの自立圏と、そうそう、もう一回り大きいね、こう流域圏レベルでの自立圏、うん、流域圏が日常生活的にもデイリーライフのベースであるという意味でですね、実際超えて日常的に何かやらなければいけないこといっぱいあるよねっていうことがちょっと見える化できるのかなっていう、うん、あ、なるほど、はい、そうですね、はい、それでその川中心に見ると荒川本流は早川所長の国直轄管理ですけど、支流は埼玉県管理、東京都管理の河川なんですよね。ですから流域で見ると全体の荒川流域の本線は国なんだけど、支流のサブのエリア、あの流域のエリアっていうのは県管理なので、むしろ国と県が一緒にやらないとダメだろう、うん、県も流域の市町村を連れて一緒にやらないとダメだろうっていう話の展開をしていくにはですね、まずその流域の本流と支流との関係というのは水害でも問題になっているわけで、このあたりからこう新しい流域単位で災害を考えるというようなところにですね、つないでいけないかなっていうような気も、第三者的にはするんですが、何か社長コメントありますか、いただけますか。 ありがとうございます。まあ、河川もご承知の通り、国と県と、まあ、市自治体ですね、役割分担しながら管理していて、まあ、河川法という法律で管理している部分もあったり、実は下水道法で下水道のですよね、雨水処理としてでもあるんですけど、あまりですね、住民一人一人の皆さんには正直どうでもいいことだと私は思ってまして、やっぱりもうちょっと何ですかね、空間把握の中で流域ということをちゃんと理解できるような仕組み作りというのがまずまだできてないんじゃないかなと思います。例えばその何ですかね、流域の中でも荒川全体というと、なかなか加藤先生もおっしゃる通り、なかなか自分ごとにならない。まずは自分の住んでる流域がもうちょっと小流域のところで、どこにいるのか、例えば神田川流域というと、もう少しスケール感が出てくると思います。でさらに広げれば隅田川新河岸川流域になるんですよね。でさらに広がると荒川流域になると、こういうその空間把握を、自治体のマップはあるんですけども、流域で見るというところが、まあやっぱり小さい頃からそういう経験がないというのがとても、まあ、問題かなと思いますけども、まあ、そういう仕組みをですね、だんだんと作ることで面的に、何をやるか、自分ごとになる領域を広げる、仕組みを作ることで、まさに先生の言う流域治水だけじゃなくて流域防災的なところも含めてですね、できると本当にいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。もうそろそろ時間が来てしまったんですけれども、今日早川所長にプレゼンしていただいた中に、まあ、こういう防災がですね、SDGs にもかなうという、社会をただ単に災害を防ぐではなく社会を改善していく、社会をの問題を改善していくことにもつながっていくという意味でですね、今日加藤先生のその社会とのつながりの中での自立、自立していれば孤立しても問題ではないっていう、そういう自立できる人たちを作っていくということで、まさに SDGs 支援がいらない人を作るというゴールにもこう共通するものがあるのかなと。でそういうことを私はもっともっと都市計画とか計画のレベルで表に打って出していくべきじゃないかなと。でそれを、あ、こういう街なんだよねってみんなが共有できると、
それが私はそのいつか必ず来る地震災害とか水害の後に復興を考える時の、目標像、なんとなくみんなぼんやりとこんな町の目標、こんな町だといいんだよねっていう目標がなんとなくベースが根底にあるという、そこまで事前復興としてですね、復興のことまで視野に入れた防災意識を一人一人が持っていけるような、なんかぜひそんな取り組みのきっかけにもこういうあの今日のシンポジウムなんかをしたいなというような思いをいたして、今日無理やり取ってつけたように事前復興まで入れてしまったんですけれども、もうあとちょっと時間がないので、清野さん、早川さん、加藤さんというんで、まあ、今日複合災害、複眼的防災整備、そして、事前復興、流域防災、事前復興というような4つぐらいのワードでお話を組み立てていただいたのが、事前復興も含めて、清野さん、早川さん、加藤さんの順で、まあ、1人2分ぐらいしか時間ないかもしれませんが、あと言い残したこととか、何か今後につなげるためにこの辺の課題があるとか、そうしたコメントをいただいて終わりにしたいなと思います。今日結論が出るというよりも、これを次の議論へのスタートに、させたいということで終わりにしたいと思うんですが、じゃあ、清野さんから。はい、ありがとうございます。まあ、今日は本当に本区の浸水対応型市街地構想の話を含めて、まあ、さまざまなご示唆をいただいて本当にありがとうございました。本区としましても、まあ、平時の取り組みが、まあ、そのまま被災後の取り組みにもつながる事前復興の考え方を、まあ、これまでの地震対策だけでなくて、要は水害にも広げて、まあ、複眼的なまちづくりをやっていくっていうことを、まあ引き続き、まあ、検討していきたいというふうに思います。今後の進め方の中でちょっと一点危惧していることがあります。まあ、前端のお話の中でも少しお話ししたんですけども、まあ、区民との災害イメージの共有というところです。はい、震災復興模擬訓練では、まあ、その地区の被害想定をイメージを共有した上で、まあ、議論するっていうことで、まあ、実際には被害に遭っていない震災を疑似体験していただいて、まあ、新たな発見とかにもつながるということで、非常に、まあ、有意義のある、まあ、事業になっているのかなというふうに、まあ、思っています。まあ、今後の都市マス改定の中でも、まあ、こういったイメージを共有した上での議論というのがやっぱり重要だというふうに考えているんですけれども、ただ、まあ、今回のテーマにあったような、まあ、複合災害みたいなところになると、ちょっとあまりにも甚大で、まあ、そして厳しい被害想定になってくるっていうところがあるもんですから、まあ、変な話、区民が、まあ、その被害想定を聞いたら思考がストップしちゃうんじゃないかなみたいなことを、まあ、非常に危惧してるっていうところがあるもんですから、まあ、できれば少し今後どんなふうに区民とそんなイメージ共有を図っていくのがいいのかなみたいなところを、まあ、引き続きアドバイスみたいなことをいただけると、まあ、区としてはありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ早川さん。はい、ありがとうございました。まあ、荒川下流で、まあ、SDGs を積極的に取り組んでますけども、まさに複眼的っていうのが SDGs だと私は考えてまして、まあ、社会も経済も環境も良くする、これ一つ良くしても他のものが悪くなるトレードオフの関係になるというものだと思います。それを全体的にどうするかというのを一緒に考えるということが大事で、1から17のゴールがありますけど、1だけやるとかじゃないっていう、まさに ここのところがとっても大事です。でまさに加藤先生に言っとる防災もっていうところと同じことだと思ってまして、防災だけやっても、世の中良くならないと思います。全体のその幸福といいますか、将来どういうことがあると生きやすいのか、そういうのをですね、考えるというのが大事だと思いますので、まさに事前復興したときにどういうライフスタイルも含めて、できるのかなっていうところから、まあ、いけると本当はいいのかなと思います。あと、先ほど3次元の洪水ハザードマップをお示ししましたけども、まあ、今回作ってみてやっぱり一件一件ですね、
がどれぐらいの水位まで浸水するかをお示しして初めて自分ごとになるんだなと正直ちょっと思っております。自分の家のですね、2階の窓まで洪水がつくのかとか、敷地にあるですね、自家用車が使ってしまうのかとか、そういうことをするとようやく家族で俺ん家どうすりゃいいんだろうねとかいう話になったり、町会自治会でもですね、まあ、それをちょっと印刷してみんなで見てどうすりゃいいんだろうねとか考えるとかですね、そういうのがあると思うので、まあ、地震に関しても同じのがこれから DX デジタルトランスフォーメーションでもあると思いまして、まあ、住宅もこれから耐震防火進んでるので、実際じゃあ地震起きた時に火事が大規模火災が起きるのがどこなのかとか、そういうシミュレーションを実際お見せしながら自分はどうすればいいのか、まちづくりはどうすればいいのか、そういう洪水も、地震も全体として強い、そして魅力的なまちづくりをみんなで理解し合えるような、そういうところが今後、できるといいなと思いました。非常にいい機会を提供いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ加藤さんどうですか。はい、SDGs については最近僕もなんか SDGs づいてきてるんですけど、2つ意味があるかなと思ってて、1つは早川さんが今言われた通りで、やっぱこう総合的にこう考えていく時の、まあ、いい感じのチェックリストになってるんですよね。だから1つの政策目的だけを達成するだけではなくて、17の全ての目標どうかなっていう、こうチェックをすることで総合的複眼的に考えることができるんだと。であともう一つはやっぱこう弱者に対するこう眼差しとか、こう格差の是正っていうところにちゃんと目を向けようというなんかこうメッセージが多分に含まれていて、でこう災害にしろ復興にしろ、昔災害の社会階層性って高野先生がよくおっしゃってたんですけど、弱い人により辛く災害は当たるし、復興の時でもより弱い人がより苦労しなければいけないって、でこう弱者のところにこうしわ寄せがいくっていうのがこう災害であり復興であると、まあ、そういう意味ではこの SDGs にこうちゃんと照らして、そこをきちんとこう今後のこう施策の中でやっぱ強調していくっていう意味で、この SDGs っていうのはとてもいいかなと。で昨今 の, こうコロナ感染症とか大規模水害の避難なんか考えていくと、なんかこう分散避難せよみたいないう話もあるんだけど、実はあれ僕は弱者に対する眼差しがやや弱いかなと実は思ってて、分散避難って勝手に逃げなさいって言ってるようにも聞こえちゃったりするんですよね。でそうするとそのいろんなオプションを持ってる人は勝手に逃げれるけど、結果オプションのない弱者と言われる人はより危ない目に遭ってしまうと、辛い目に遭ってしまうと。だから今一度こう今やってるこう短期的な対策も含めて、まあ、見直す必要があるかなというふうにこう思っています。でそれから今中林先生言われた通り、こうやっぱり究極のこう事前復興の S 型っていうのをまさに今考え始めようとしてるのかなと僕自身も思います。で、まあ、少なからずもう今もう大災害、気候変動も含めてこう大災害に備えなければいけない時代に入ってますので、少なからずこう防災についてすごい投資を多分今後していくことになると思うんですよね。でこう投資をするときに防災だけではなくて、やっぱり未来のこう総合的に見て素晴らしい街をこう作っていくんだっていう、こう意識をやっぱこうきちんと持つことで、すごく究極 の, 事前復興の目標像になると思うんですね。でそういう目標があれば、仮に途中その道のりの途中で災害が起きてしまったとしても、復興の未来像と将来像と目標像として今考えていることをまた進められるというふうにこう考えています。ですから今どれだけこう深い議論ができるのかということと、あと防災だけの投資にこう限定しないと、例えばこう
あの水局でもあのこう調節地とかあのこう作ったりすると思うんですけど、さまざまな対策をしていくと思うんですけど、今だとこうむしろ地域の人にお願いして調節地を作ってもらうっていう感じになっちゃうんだけど、むしろこう地域の人から歓迎されるようなこう防災プラスアルファの整備をしていくとすれば、調節地自身がこう地域の資源になり、なんか素晴らしいこう地域が出来上がっていくと、なんかそういうこう味付けをしていくことで、こうよりこう早くあの、強いこうエンジンがこうあの付け加えられるんじゃないかなというふうに感じています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。もう時間なくなっちゃったし、3人のコメントで今日のまとめになっているかなというふうに思いますが、ごくごく簡単に、複合災害の時代ですので、複眼的に、防災も考えようと。同時にですね、その水害も地震も同時に考えるという複眼性と同時に、加藤先生のトータルにっていうところに啓発されると、平時も災害時も複眼的に考えたまちづくりをしようということでもあると思うんですね。だからその、平時災害時の複眼と水害、地震災という災害種類を超える複眼というのと、両方を一つの重要な鍵としてこれから10年間 SDGs で頑張ると、一応 SDGs 2030年もゴールということで言ってるので、その先につなぐためにはこの10年間でやっぱり成果を出してやったよねっていうのを一人一人の国民市民に見える化させていかないといけないんだと思うんですね。そういう意味では先ほど清野さんから区で住民との関わりの、若干悩みというお話がありましたけれども、正しく恐れて何かすれば、あるいは対策すればそれを超えられるんだというところをしっかりと見せていくということが大事なので、それは私とか加藤先生とかの、学系とか外部にいるコンサルタンツを含めた技能集団の例えば役割かもしれません。そういう意味で国、党、都県、区市町村という連携がうまくいくようにするには、一人一人の国民市民から全部俺のところは合同なんだと、役所は縦割りだけど私で全部それに関わって生活が成り立ってるんだ、そういう人たちからの声がもっともっと上がっていくことが大事なんでしょうね。それを市町村が受け止めて、でやっぱり一緒にやることによってこんな合理性が出るんだということを示していくことが、多分霞が関が一番私はバリアが高いと思ってるので、それを少しずつこう下げていくことにつながって、そうすると10年後20年後こんな街になるといいねというようなことをみんなで共有できる、それが今の街づくりにも役に立つし、災害を受けた後もいち早く復興してより良い町に社会に展開していくことにもつながっていく、そういうことで今日は複合災害、複眼的防災、そして、流域防災、そして、事前復興ということでですね、議論をさせていただきました。もう時間限度ギリギリになってしまって申し訳ないんですけれども、以上で、シンポジウムを終わらせていただこうと思います。4人の皆さん、3人の皆さん、報告ありがとうございました。また最後まで300人、今277人ですけど、一時300人オーバーでございました。視聴に参加、いただいた皆さん、どうもありがとうございました。じゃあこれでシンポジウム終わります。ありがとうございました。はい、中林先生、加藤先生、早川所長、清野部長様、ありがとうございました。最後、閉会の挨拶といたしまして、株式会社オリエンタルコンサルタンツ代表取締役社長野崎秀則よりご挨拶を申し上げます。はい、ただいまご紹介をいただきました、オリエンタルコンサルタンツの野崎でございます。本日は複合災害に対する事前防災の取り組みと、このテーマでシンポジウムを開催をさせていただきました。おかげさまで定員の300名を超えるご聴講をいただきました。誠にありがとうございます。またご登壇いただいた皆様方、
このシンポジウムに向けての準備、そして本日のご登壇、誠にありがとうございました。多くの貴重な知見を発信をしていただきました。私も多くのことを学ばせていただきました。私としてその中で3つほどご紹介をさせていただきたいところに思います。キーワードは先ほど中林先生がおっしゃられました、俯瞰的な視点で防災を考えるということであります。まず1点目でございます。複数の災害に対して防災を考えていこうということでございます。従前は私ども地震は地震に対して、そして水害に対してどのような防災の施策を展開をしていくのか、こういったことでご提案をしてまいりました。しかしながら本日のお話にあってましたように、災害は複数発生するという状況になってきたということでございます。複合災害に対してどのように備えるかということが重要になってきたということでございます。さらにそのプランというものを時間軸を考慮して立案していかないといけないということでございます。短期的に、そして中期的に、さらには長期的にどのような取り組みをしていくのか、このような時間軸を考慮した防災の対策を立案していく必要があると、このようなことを学びました。2点目であります。複数の関係者とともに防災を考えるということであります。今日のお話の中では流域治水あるいは流域防災という考え方が示されました。広域的な防災だとか、あるいはまちづくりを考えていきましょうということであります。この従前の基礎自治体だけでこの防災を考えるというだけではなく、都や県、そしてさらには国土交通省も含めた全体の連携を図っていかないといけないということ、さらにはそこにお住まいの住民の方々、加えて事業を営んでおられます企業の皆様方を巻き込んで、この流域の防災あるいはまちづくりを考えていかないといけないということを学びました。3点目でございます。3点目はこの防災を考えるにあたって将来のまちづくりを考えていく必要があるだろうということでございます。この防災を防災だけで終わることなく、このまちづくりにつなげていかないといけない。安全安心なまちづくりというだけではなくて、持続可能なまちづくり、さらには将来の魅力的なまちづくりにつなげていかなければならないということだと思っております。そのためにはこのまちづくりのビジョン、長期的なビジョンを掲げる必要があるのではないかということでございます。そのビジョンの実現に向けて、安全安心そして持続可能魅力的なまちづくりにつなげていかなければならないと、こういうことを学ばせていただきました。以上3点申し上げました。私ども建設コンサルタントとしても、このような複眼的視点そして総合的な視点で防災そしてまちづくりを検討していかなければならないなと改めて感じているところでございます。最後に、本日ご聴講いただきました皆様方、そしてご登壇いただきました皆様方にお礼を申し上げるとともに、将来の、この安全安心なまちづくり、そして、持続可能で魅力あるまちづくり、そして国づくり社会づくりにこのことが実現すること、これを記念いたしまして閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。番組を閉じていきます。